はいどうもふわふわっすふわふわっすどうもふわっす来た人はですね蓄音機というアイテムとですね右下の拍手ボタンナイスボタンを押せるはずなので押してください。ナイスボタン全員押し直せます。さっきの枠来た人全員押せます。枠切り替えてるんでね、今日の分でね。蓄音機とナイスをお願いします。まずそれやってもらおうかな。ありがとうございます。はい、ありがとう。蓄音機アイテム欄から投げてください。そして、ナイスを押してください。はい。ある程度増えたらやりましょう。お願いします。はい、ありがとうございます。あと余裕ある方は、イベント中、この、蓄音機じゃなくて有料アイテム。有料アイテムは、この一言コメントのウェブ購入から買っていただくと安く、アプリより安く買えます。1個でも、袴美人というアイテムね、売ってますので、投げていただけると非常に励みになります。ランキング1位を目指してます。よろしく。これは毎日投げる。まあ、あとは有料投げられる人は、まあ、袴美人を、この一言コメントから買っていただいて。くれるとすごい助かるね。まあ基本はナイスとは蓄音機だけでいいです。うん、基本はナイスと蓄音機は誰でもできるんで、お願いします。はい、100人押してない。はい、100人協力してない。これ分かりやすいね。これ確実に放送自分の位置で来てて、100人 100% 押してないので押してください。ナイスを。いや、自ら望んできてる放送に協力してほしい。いやいや、協力してくれよ。そこは。右下の拍手ボタンを押すだけです。どうでしょう。悪い話じゃないと思いませんか。負担ゼロです。何のデメリットもありません。お願いします。右下の拍手ボタンを押してください。お願いします。少し増えないと。テンションが。まるまる100人協力しないんだよ。押してください。お願いします。うん。で、押してくれれば、未解決事件毎日やりますよ。未解決事件や凶悪事件毎日やることを検討します。はい。そういう特典があります。プラスしかないです。君たちにとっては。押すだけでいいです。1、ナイスを押すだけです。あと、蓄音機投げるだけです。ベルさん、ありがとうございます。協力してもらえないかな。うん。それだけでいいですよ。お金かからないですからね。よろしくお願いします。はい、ナイスを押してください。よろしくお願いします。押した、ありがとうございます。ありがとう。君は優秀だな。十分、君は合格。あとはただ見るだけでよし。合格。みんなやってくれたかな。蓄音機と右下のナイスボタンポチッとね、黄色く光ったらもう押したことね。そのままにしといて。1日1回なんでそのまま押しといて。2回押すと外れちゃうから1回にしといてください。あ、集まってきたね。増えてきたね。ありがとうございます。はい、ありがとう。まあ、正直言うと、俺は、条件設けてあんまやりたくないんですよ。条件設けて、例えばさ、ナイス、これ今だったら例えばさ、100いったらやるとか、そういうことあんま言いたくないんですよね。硬いから。堅苦しいじゃないですか、条件があると。だけど、そういうの言わないけど、できれば、こうやって冒頭に言うから、そこだけは我慢して聞いてください。うん。ということで、100いったらやります。100いかないとやりません。イラッときただろ。この野郎つってね。押してよ、お願いだよ。押して、ナイス押して。ナイス、右下のナイス押すだけだし、簡単じゃん、誰でもできるじゃん、なんで押さないのね、なんで押さないのね、お願いしますよ。ここまで頼んでんのに、半分しか協力してくんない。マジっすか。ああ、どんだけ俺のこと嫌いなの。100人協力してくれよったら全然違うんだぜ、これ。押してありがとう。本当ありがとう。みんなありがとう。あと10人だけお願いします。分かった。じゃあ10人だけ。あと10人だけお願いします。
あと8人だけお願いします。本当に力貸してください。いや、これだけでいいんだって。負担ないでしょ？おそらく他に推しがいるのかな、幼い人は。多分そうなんでしょ？言いづらいけど、それはそれでいいよ。そういう人は全然いいよ、しょうがない。別にね、そういう人より俺を推すメリットがないと思ってんだったらしょうがないよ。いや、それは別に無理だからいいよ。他に魅力的な人がいるということで全然構わないです。ただ、特に別に推してもいいかなと思う人だけでいいですから、よろしくお願いします。はい、あと2人お願いしますね。はい。あと2人、あと蓄音機投げてね、アイテム欄蓄音機はよかったらください。はい、あと2人で。はい、あと2人だけ頑張って。うん。2人だけ頑張ってみんな。あ、ありがとう。はい、じゃあやりましょう。ありがとうございます。押してくれて。ありがとうね、みんな。待たせたね。いや、そのくらい僕は必死なんですよ。ありがとうございます。ということで、じゃあやっていきましょう。で、さっき来た人はほとんどだと思うんですが、事件概要は分かったよね。まあ、簡単に言えば、ここの、タケノコ掘ってて、で、途中で、その、警察犬が止まったところに穴があって、軽く概要ね。穴があって、そこで警察犬が5匹止まったんだけど、行方が分からないという事件ですよね。で、さっき検証したら、摩擦臭というのがあって、要は、その、犯人がいたとしたらね、誘拐とか、抱え上げられたら、その、摩擦臭も警察犬を追えるぐらい優秀ですよという話ですよね、実験して。そこまで分かる。すなわち、だから追えるんだよ、本来は。だけど、追えない理由は何のかって考えると、さっき言った通りは、さっき出たのは、大型鳥類説ね。大型鳥類説はさっき説明したけど、日本でそういうワシとか、タカは 15.5 キロの少女を抱えるぐらいの腕力はない。腕力か脚力かな？足かな、あれは。腕力ないし、脚力か。足だな。脚力はないです。それは調べたので間違いないです。だから、あの説はな、まず大型調理説はないです。で、ヘリコプターもないです。はい。って考えると、一つしかないんですよ。一つしかないのは何だと思います。あ、俺が言っちゃっていいですか？まあ、これは調べればわかるんだけど、匂いが途切れてる点で乗り物に乗った以外ないんですよ。ね。物理的に考察するんであれば、匂いがなくなったところで何かしらバイクなり、車だったら匂いは途切れます。ここで匂いは途切れます。乗り物に乗るとわかんないです。うん。それはどこの事件でも共通。例えば、石井舞ちゃんの事件とかは、玄関先で摩擦臭が途切れてるわけだけど、あれはあそこから、車で連れ去られた可能性が高いと。そういう比喩ができるわけですよね。だから、大体匂いが途切れたところで何者かが、車かバイクとか、そういったことで、連れ去った可能性が高いと考えるのが妥当なんですが、ね、ここまでが一般的な物理的な考察なんですが、さっき雑感さんが考察してたやつは、ここの止まったとこで他の人もここで足を踏み入れてしまって、例えば10人20人がここで集中してパッパパッ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 足を踏んでしまったね。で、匂いがめっちゃ残るじゃないですか。20人だったら20通りの匂いがつくでしょ。それで嗅覚が人間より優秀な犬でもさすがに20種はかき分けられなくて混乱してしまって止まってしまった説だよね。うん。それかさっき言った通り車か何かで誘拐されてしまったの2択以外ないんですよね、これ。ちなみに他に考察があったら教えてください。俺が知ってる限りこの2つ以外ないということなので、今から考察してください。これを踏まえた上で誘拐なのか、そして自発的な失踪はあり得るかわかんないですけど、あり得るとしたらどんな理由なのかお書きください。 GO。 大西ゆきちゃんはどこに行って誰がどうなってしまった？自発的失踪、それともお書きください。そして現在どうなってるかまでお書きください。お願いします。考えてください。事件概要は説明した。誘拐誰が、理由まで書いてくれ。ちなみに他の人もいたんだよ。50人ぐらいはいたんだよ、ここに。その中でできますかという話。そこも考えてください。このタイミングを狙っていたんですか？例えば計画的ですか？偶発的ですか？突発的ですか？
犯人は背負ったリュックに入れてチャリで連れ去った。で、目撃証言が上がるはずなんだよね、それだったら。まあまあ、それも考えるか。防犯カメラないですね、竹の子堀なんで。はい、ロリコン男がリュックに入れて連れ去り、匂いは消したか、さらに強い匂いを撒いて追えなくした。ちなみにそんな知識を何で持ってるんですか。ちょっと質問なんだけど、匂いを消したって言ってるけど、犯人はその知識をどうやって得たんですか。俺みたいにこういうのを紹介するのが仕事だったりする人は当然調べてるけど、普通の人が一般的な知識でマサッシュの知識があると思いますか。誘拐されて海外に連れて行かれたのかな、中国とか。誰に。黒い服の男性が大きめのリュック背負って降りてきた証言があったよね。ああ、さっきの丹兵衛家の話ですか。そうっすね、大きめのリュックっていうのはもう証言者のもとに言ってる話だよね。じゃあその人からしたら小さめの、もしかしたら他人から見たら小さめのリュックの可能性もあるよね。定義が大きめとは、そこはどのぐらいの大きさとか、例えば写真とか撮ってるわけじゃないから、だいたい例えば比喩としてこのぐらいあったのとか警察に証言してないの。お疲れ様、いらっしゃい。スプレーどこでかかけた。いや、だからそれはいいんだけど、それは知ってたということじゃん。マサッシュを消す方法知ってたということ。自分で山に行ってしまった。あー、どっち方面、山はどっち方面だこれ。この近く山あるのか。山 あるのか。まあこの奥とかってことですか。例えば奥とかってことです。そういった組織の人に計画的に連れ去られたのかもしれない。人がいる前で他の人もいるんだよ。 そのなるべく人混みがない方が誘拐しやすいよね。例えば極端に言えば、誘拐が目的であれば学校帰りとかの方が拉致というか、誘拐の しやすさで言えばそっちの方があるような気がしますよ。例えばその吉川ゆりちゃんの事件だって学校帰りですよね。見事に連れ去られちゃってますよね。あれは目撃証言が、いや目撃証言あったんだけど、まあ実際連れ去られちゃってるよね。マサッシュ関連もきっちり調べていた方、タケノコ入れるリュックぐらいならユキちゃん入れられるかも。ちなみに身長は、身長をもう一回申し上げると、100何センチでしたっけ。109センチぐらいか。ちょっと待ってね。チコンキありがとうございます。106センチ、体重 15.5 キロでございます。当時5歳。106センチって、106センチの例えばリュックって存在しますか。でかいリュックって106センチ以上あります。直径っていうか、その縦106センチぐらいある。どのぐらいのでかさだろうな。ちょっと調べていいですか。100センチにしようか。じゃあ100センチリュックで検索するか。100センチリュック100センチバックリュック楽天市場、どのぐらいだろう。ちょっと見ていいですか。いや、わかんねえなこれじゃ。あるはあるってことね。じゃあちょっと見えないか、ちょっと出てこない。あー、でも書いてあるな。100センチこれか。え、これ何を基準にしてんのこれ。これの100センチは何なんでしょう。それこれ写していいですか。タケノコに集中してるし、人数もいたのでうまくやったと思う。体を折りたためばその大きさ必要ないのでは。折りたためばというのはどういう状況なの。折りたためばというのは、
その状況は、同意してる？いや、強制か。強制的に折りたたんじゃってるってこと？なんで身長と同じ大きさのバッグだと思うの？別にそうは思ってないけど、今、単純計算しただけです。単純計算しただけ。いや、もちろん違うと俺は思うよ。うん。要はだからタケノコが入るぐらいの大きさだったらだいたい入るんじゃないかという想定ですよね。犯人がかくれんぼしようって提案するか縛り上げる方法が考えられる。かくれんぼしようってリュックにかくれんぼする？遊び的な提案。でも縛り上げるのはちょっといかがなものか。叫ばれるんじゃないの？叫ばれるんじゃないですか、おそらく。どうでしょう、そこは。叫ばれるんじゃないか、さすがに。5歳ぐらいでも騒ぐでしょ。あーっつって泣くでしょ、もしくは。騒がれない方法っつったら、口を閉じるっていうか、口をこう塞ぐとかね。ハンカチかなんかで口を塞いじゃうとか。殴って気絶させてから詰めたとか。いや、可能性はあるね。うん。口はガムテープなんで、そうですね。まあ、それぐらいしかないですね。叫ぶ前に塞いじゃえばね。エスパーいてもバッグに入れるか余裕。もっと大きいタケノコがあるよとか言って、人気のない方に誘導してから口を塞ぐ。じゃあそれはいいです。じゃあ分かりました。じゃあそれは一回じゃあ置いといて、それは一回置いといて、摩擦臭はなんでここで止まったの？警察犬は一回それ置いとこう。摩擦臭はなんで止まったんですか？それはどう考える？なんで5匹とも止まったんですか、同じ場所で。このさ、図で言うとこの青いとこあるでしょ、右上の。ここで止まったらしいんだよ。池の真ん前。ここの道の途中で止まってんすよね。これ何なんすか？しかもさ、俺思うんだけどさ、車かバイクであればさ、音で他の人気づくくない？音でさ、絶対わかるよね。これも疑問なんだよ。他の人まだタケノコ掘ってんだよ、周りで。そこで、なんで連れ去れるの？これもおかしいんだよ。犯人は自分が取ろうとしたタケノコを先に女の子が取ろうとしたので、殴ったら気を失ってしまったので、慌てて近くにあったリヤカーなどに乗せて駐車場まで逃げた。目撃証言ゼロ？リアからったら目立つよ、音も。手下がさらに強い匂いをまいた。過去の考察で熊よけスプレーって言ってた人がいた。へえ。車は普通に通れる。これはね、これはね、わかんないです。わかんない、書いてないんで。どうなんでしょう、これ情報ください。これ車通れるんですか？いや、俺はこの物理的な考察しかしてないから何とも。通れるんですか？通れるんじゃない？いや、さすがに通れるでしょ。だって下の方は道になってるじゃん。下の方は駐車場とかじゃないの？これセンターとかあるから通れるんじゃないの？車椅子とかでもバレるか。いや、どうだろう、それは。犬が止まった場所から犯人は池を渡り車まで行った。奥側ってこと。竹の子堀に集中してても車やバイクの音があれと周り見渡しそうなのにそれもなかった。それなんですよね。一人ぐらい聞いてるはずなんだよね。なんで音が分かんなかったんだ？これを考えてほしい。黄色の地点からの目撃情報もあるため、匂いを追えなくなる何らかの理由があったんだと思う。
先ほどケンさんが言われたようにタケノコ通りのたくさんの人の匂いで追えなくなる偶然に犯人は助けられた。なるほど、バグってしまった嗅覚が。計画的に連れ去ろうとしていたら声を出さないように何かを用意しているはず。どうだろうね、これがキーポイントだね。匂いがこれな、音に気づくと思うんだよな、車だったらな。おかしいよねこれ。ちなみに補足情報ですが、これ、何度も説明してるんですけど、一応知らない人に説明しますね。もう、ケンさんのお箱情報なんですけど、またかよ、自慢話と思うんだけど、ちょっと別の事件で以前、ちょっと別の配信サイトで僕、ふわち離れた時があって、その時に別サイトでメインでやってたんですけど、そこで、ちょっととつまちっつって、LINE で通話かけて話聞いたんですけどね、リスナーから。で、その事件はちょっと行方不明事件なんだけど、これに関して、なんか警察犬を育てた人から電話があったんですよ。で、その人が言うにはね、雨とかはどうなんですかという話になって、雨で匂いが消えるとかってよく聞くじゃないですかね。警察犬が雨で匂いを追えないみたいな、そういう話になって、で、実際どうなんですかって聞いたら、これなんとね、足の靴あるよね、靴は洗濯とかゴシゴシ洗ったりして水とかかぶって洗うじゃん。で、匂い取れると思うでしょう。匂い取れないらしいんですね。洗っても匂い取れないって言ってたよ。はい、これが一つの情報と。で、じゃあ他の例えば靴以外の服とか洗ったらどうなんですかと。それは落ちやすいんだって。靴に関してはなぜかね、匂いが落ちづらいらしいよっていう情報が一応あったんだけど、それが本当かどうかわからないけど、そこの事件に置き換えると、例えばさっきリスナーが言ってた丹部池を渡って行ったんじゃないかって言ったけど、これをだから匂い消しのために使ってあえて水の中に入ったっていう考察であれば、さっきのトッシャさんの説明が正しければ、匂いは消えないので丹部池を警察犬は追えるはずなんだよね。丹部池を渡って追うはずなんですよ。追うはずだけど、これ水深3メートルあるから、潜れないから、ここで止まるのか またいで要は追うのか分かんないけど、犬は潜れないからね。だからまあそれは置いといて、だから何が言いたいかというと、みんなのイメージだと、この丹部池ポチャポチャすれば摩擦臭が消えるんじゃないかと思って犯人がパチャパチャしたんであれば、それ匂い消えてないですよということを言いたい。ただこのとっちゃさんの情報を全幅を寄せて僕は信頼してるわけではなくて、あくまで一つの意見として捉えてるから、これの意見が正しいかどうかわからないので新しい情報を待ってます。まあ、ちなみに嘘ついてるとは思えなかったね。ガチっぽかったっすよ。わざわざ嘘つく必要性ないからね。っていう情報でございました。なので丹部池渡ったとしても摩擦臭は消えないんじゃないかって考察かな俺は。お水を抜いて中を見たんでしたっけ。それは事件後ね、事件後の話。はい、皆さん考えてください。ここの摩擦臭の部分を考えてほしいのと、犯人像を答えてください。質問は受け付けますんで、来た方ナイスボタン、右下のナイスボタンと、押していただいて、蓄音機っていうアイテムありますから、これ無料でよかったらください。よろしくです。であればリュック男はやはり怪しいのかな。かくれんぼの提案など短時間でまずゆきちゃんを連れ去ることに集中して車かバイクで移動かな。
車かバイクはサルコジさん的にはどの辺でというかあれですかね、ここでいなくなった場所、隣人バラバラの事件の、時雨の中警察犬は犯人の部屋前で止まったけど警察がありえないと思い犬を引っ張った、結論警察犬は雨でも犯人を追える、追えますね、うん、それは追える、俺も追える方だと思ってます、まあ、さっきの犬の話といい靴の話か、靴の話といい追えるんじゃないでしょうかね、追えるんじゃないでしょうか。あーチコンキありがとう、みんなそこどうでしょうか、雑感さんが言ってる考察はどうでしょうか、要はここでみんな探したから足跡つけすぎちゃって犬がバグってしまった説はどうでしょう、これあくまで雑感さんの考察かな、どうなんでしょうねこれね、どうなんでしょうこれ、こんばんはいらっしゃい、何か小動物を見つけて後を追いかけてしまった、靴が脱げ探索の及ばない竹林の中まで行ってしまった、靴は他の獣が持ち去った、でも青空さんね100人体制で毎日捜索したんだよこれ、見つからないわけないと思うんだよね、範囲が限られてるじゃん、いや俺は探せると思うんだよこの付近にいるんだったら、うん、探せると思うのよ、でも俺さ俺その逆なんだよね、雑感さんの説と逆で、その説で言うんであればどの事件にも該当しません、足跡多いと匂いにバグれそう、いやそれだったらじゃあ他の例えば事件現場だって足を踏み入れてる人がいるわけじゃないですか、別にこれに限ったことじゃないから、そしたら追えなくなっちゃわないっていう話なんだよね、そしたらそもそもが警察系のあの存在意義ってなくなっちゃいません、こんなことぐらいで追えないんだったら、優秀とは聞くけどこんなぐらいで追えないんであれば何のために育ててきたんって話だよ、こんなん想定内で訓練しないといけないじゃんそれだったら、例えば前例でこういう事件で失態を犯したと、警察犬があまりに多数踏んだため追えなくなってしまったという実例があるんであれば、じゃあそこを鍛え直すべく新しいプランとか考えて普通に訓練するのが筋じゃないですか、古書記台という電波塔倒壊事件もあった、あーあったね、ありましたね、まずは怪しまれないというか地図左上の駐車場など普通のところとに止めてあった、ああそういう、あ駐車場あるね左上に確かに、あでもさ結局そこまで摩擦臭は存在するわけでしょ、なんで追えなかった、あここでその青い部分でバグっちゃってそれ以降追えなかっただけか、あいやでもそれだったら追えそうな気がするんだけど、別のルートとかあるじゃん、もうちょっと左行くとかさ、抱き上げて移動させた時と歩いて移動させた時の違いじゃないかな、まあ結局摩擦臭は追えるという結果なんですけど、それでも新しい足跡が多いとの古い足跡のデバグリもある、いやでも全部の事件に当てはまりそうじゃねこれ、って思うんだよ別にこの時期に限らずさ、いや難しいね、いやー難しいな、本当にあるのかねバグることなんてね、どうだろう犬に関しては悩ましいな、そこまで優秀じゃなかったか5匹とも、個人の匂いとは別なのかなと、ん個人の匂いとは別ってどういう意味、リュックなのに入ったことで地面から匂いが離れて追えないのでは、他の事件でも車などで乗ると追えない、そうですね、ただリュックに入ったケースが前例がないからな、
ちなみにさ、このリュックの男を目撃した人って誰なんだっけ？誰が言ったんだっけこれ。山の土と池に入られたらどうかな。あー、わからん、そこまで終えるかどうかは。お前いらっしゃい。みんなナイスボタンを忘れずにお願いします。右下の拍手ボタンだけで十分応援になります。押してくださいね。アイテムの蓄音機も募集中です。数人の証言、数人も証言してんの？マジで。困った時の青空氏、青空さんどうだ、わかるこれ。ニャーさんありがとうございます。まあみんなゆっくり考えよう、時間はあるからな。わかんない、ああわかりました。トイレのやつはリュックにいるっすよね。トイレのやつって何？トイレ？どういうこと？どういうことや？どういうことや？トイレとは？トイレって何？スーパーのトイレ。あー、はい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 、広島のあの大学生のやつか、メガネのあのエッチなことしたやつ、あのクソ野郎。あー、あれリュックだね。あー、そうか、よく知ってんな、よく知ってんな、よく覚えてんな。うん、あれひどかったな。なんかね、簡単に説明するとね、なんか広島の事件なんだけどね、スーパーのトイレ、スーパーじゃねえな、デパートのトイレか、デパートのトイレで3歳ぐらいの女の子がいなくなっちゃって、で親御さんと一緒にいたんだけど、で探してて、で犯人いたんだけど、でトイレ探したんだよお父さんがね。トイレコンコンつってノックしたら入ってますよみたいな感じでいたんだけど、実はその個室の中にそのそいつが女の子をなんかエッチな恋してね、誘拐してたんですよ。でその後首絞めて殺したんだっけ。だからあそこでなんか直感的になんか怪しいと思ったんだろうけど、あそこですげえ後悔してて、その出来事で自分責めすぎちゃって自殺まで考えたそうですよお父さん。あの時どうや蹴破る勇気があればとかさ、そうすれば助かったんだよ。壁だから何センチ、あれ個室の壁あるでしょ、あの厚さの、あれを隔てて、ま、向こうに娘がいるんだよ。そこで大泣きしてたよね。ちなみにそいつ捕まって刑的には無期懲役だっけ、確か。確か無期懲役ぐらい食らってるな。で、その時にリュックでその子を入れたらしいよ。ひどい話だよね。ひどい話だよね。すれ違い。うん。信じられんわ、そういうやつがいるんだよ。ひどい話だね。じゃあリュックに入れた例があるからこの例もあるということか、話を戻すと。なるほど、なるほどね。で、誰が目撃したか分かってないの、これ。車も苦しいの、当然そうでしょ。自分を責めるわな。みんなどこで悩んでるの？
どこで悩んでます？確かな情報として竹やぶからリュックを背負った男が出てきたのを、道にいた人がいる、ユキちゃんの匂いが消えた地点から、獣道をついてリュック男目撃時点までつながってる。じゃあリュック男いたということか。なるほど。ちょっと NG ワード入っちゃってんね。ちょっと後で解除しとくわ。なるほどね。じゃあ間違いないのか。で、車なんだけどさ、車はさ、気づくよね。仮に。失踪事件が起きた日の1時48分頃、リュックを背負って40代ほどの男性が一人で竹やぶから出てきたのを参加者の女性が目撃。イベント参加者だと勘違いした女性を話しかけたが無言で再びやぶの中に戻ったと証言。ありがとうございます。そういう情報がある。ただ犬が止まったところでリュックに入れるリュックは抱き上げようとして東屋の男性証言がおかしくなるのね。男性の証言。あ、これ？やぶの中ってどこなの？具体的に。これ分かってないのか。ちなみにさ、例えばさ、じゃあそいつが犯人だと仮定してさ、計画的だったの？突発的だったの？目的は何？例えば。じゃあ仮に犯人だとしようよ。例えば、じゃあどう捉える？何の目的？リスクだよ。誘拐するのはリスクなんだよ。捕まる可能性があるんだよ。そこまで背負ってやった理由は？黄色の証言は違う女の子で見間違えた可能性があるかもしれない。ああ。知根家ありがとう、皆さん。知根家ありがとうございます。ドローンのようなもので吊り上げられて、駐車場まで運ばれた可能性がない。当時ドローンはないです。2005年です。17年前はないです、ドローンは。リュックに入れてだと空のリュックで、その場にいるから計画的。空のリュックか。人身売買。睡眠入りの何かを嗅がせて眠らせてリュックに入れれば騒がれることなく連れ去ることができそう。睡眠薬入りというか、多分クロロホルム的な何かでしょう。ああいう薬品じゃないですか。気を失わせる方法として。小さな女の子が一人になるのを伺ってたロリコン男がいた、計画的。クロロホルムは劇薬で、あれ何？匂い嗅がせるだけで死なないよね。でも匂い嗅がせるだけだったら死なないでしょ。危篤状態に陥る。ナイスポチ、ありがとうございます。誘拐男が別の女の子の靴と履き替えさせたので匂いが消えた。いや、それでも摩擦臭は残るんだよ、青空さん。いやいや、それ結局そいつが靴地べた張ってる時点で残るから関係ないよ。靴履き替えようが関係ないか。そこゆきちゃんが目的じゃなくて用事目的って、そこにゆきちゃんが近くにいてターゲットして、じゃあ初めから狙ってたってこと？当日場所によっては、後遺症とか。へえ、もっと軽いもんだと思ってたな。リュックに入れたパターンだと熊本の商業施設の女児事件とか過去にある。ああ、ごめん、さっきの広島じゃなくて熊本か。熊本だわ。仕込み機ありがとう。さっきの事件広島じゃないって、熊本らしい。タケノコ取りに子供連れが毎年来ており、そこを狙っていたが、一人でいる
女の子は誰でもよくて、そこはたまたまゆきちゃんが一人でいたのでは。あ、可能性はあるね。その状況はあれ、想定できそうだね。連休中でしたね。ゴールデンウィークですね。ナイスしてありがとう。みんなよかったら、しつこいようだけど、右下のナイスだけで応援になりますから。押す人がいなければ押してくれると嬉しいね。ポチッとね。よろしくよーん。あともうちょっとね、コメントしてほしいわね。人数多いからね。何でもいいよ。参加することに意義があるから。ね。勇気を出して声かけてみてください、俺の枠で。みんな優しく歓迎しますよ。ね。想像だと今のウーバーイーツのようなリュックを背負って自転車で走っていく感じだとサイクリングだと思われてスルーされる。サイクリング？チャリで来たってこと？いや、目立つでしょ。この場所でチャリは目立つんじゃない？他チャリ乗ってないから目立つでしょ。あとさ、普通に考えてみ。チャリだとタイヤ痕が残るんだって。タイヤ痕で警察も調べるじゃん。でしょ？いや、確実にタイヤ痕残るよ。うん。残ります。バレバレだと思うけど、チャリはないんじゃないかな。駐車場に置いた説は必ず、まあありそうだよね。駐車場からチャリだろうが、ね、車だろうがバイクだろうがさすがに追えないけど、ここなんか、通りがこれアスファルトになってるかどうかわかんないけど、どういうこれ道なのこれ。土でできてる道？これちょっと見えない、わかんないんだよね。その下のどういうあれになってんの？地面は。それによって違ってくるよね。ちくんきありがとうございます。ちくんきありがとうございます。質問あれば聞いてね。概要わかんないとか。ちくんきありがとう。簡易ボートに乗せて池からセンター側に行った。ボートってあんの？このボートの情報出てないけど、それは想像かな？ボートだったら目立つんじゃない？あー、目立つでしょう。かくれんぼしようと言って駐車場に行くまでならおとなしくしてるというのがあり得る。その説も一個。なるほどねー。まあ筋は通るわな。その歌い文句だったらリュックの中に入らなくもないですね。要は抵抗されないような状況を作るってことですよね。要はゆきちゃんの同意を得てるかどうかで違うよね。遊び的なの誘発すれば乗る可能性は高いな。騒がないしな。なるほど。それか強制的にそのガムテープかなんかで口を閉じちゃってさ、やるとかね。どうでしょう。あー、難しいですね。同意を得る前に気絶させたのかな。それは分からないです。みんなどこで悩んでんの？今の感じだとみんなね、ほぼあれですか？このリュックの男一択？アンケート取りたい。リュックの男一択なん？これもしかして。どうなん？ここは。それ以外ないの？可能性は。いや、確かにそれがガチだったら、まあ一番怪しいは怪しい。俺もそう思うよ。俺もそう思うけど、もしかしたらそいつじゃない可能性だってあるじゃん。単純にリュック背負っていったから犯人とも限らないよね。ただ、一人で掘ってるやつかもしれん。一択なんだ。どこに車止めてんの？車だったら気づくんだよね、音で。駐車場に止めてるってこと？犬の実験では抱え、
抱きかかえただけじゃ終えるのだから、リュックに入れるだけなら終えるような気がする。終えますね。終えるからこそ、多分猿小路さんとかが言ってたのは、その先は追えなかったんじゃない、その前にスポットがあったじゃん、穴、小さい穴がポカッと開いてるところにとどまってるっていう話なんだから、これ以降は追えたんだけど、本来だったらその前に嗅覚がバグってしまってどうにもできなくなったから止まったってことでしょ。要は鳥が2羽で掴むとかありえない、ありえないし、本当に鳥が仮に海外から来たのであれば、いや海外から来なくても、じゃあ2匹で来たとしても、目撃証言が出るって、目撃証言だったり、あと鳥の羽だったり残るはずなんですよ、物的証拠が。だから絶対鳥はないですね。鳥の羽とか落ちるはずですよ。バグったからってこと。リュックの音が怪しい。難しいな、難しいですね。リュックか、マジで。初めから計画的だったということ。じゃあ例えばここに 前回から毎回イベントを参加して、竹の子堀のね、ここだったら女児が来るであろうと見込んで時間通り来てってことですか。それとも竹の子を趣味で掘ってて、なんかモワモワっとこうロリコン志向なやつが急に思い立って、パッと思いつきで、とにかくなんとなくリュックに詰めれば誘拐できるのかって一時的に考え、そこから突発的に行動を起こしたということ。俺はどっちかっつったら、多分突発的な犯行より計画的だと思うんですよね、誘拐であれば。そんな全部起点が回る、その状況で、その短時間で起点が回りますか。それとももちろん、例えば見かけた、午前中に見かけて、何時間かかけて結婚に至るまでの時間が結構猶予があって、それで結婚に至ったんだったらまだわかるけど、俺のイメージだと突発的なイメージで、パッて見て、あ、可愛いなっつって誘拐するかっつって誘拐するにしても、リュックかどうかっつって部分考えるまでの時間が結構かかりそうな気がするんだよね。最後の目的、そうなのかな。タケノコ取りを狙った。あー、ちなみに計画的であれば、普通に学校帰りとか、この辺の小学校とかあるわけでしょ、香川だって。坂出か、坂出だってあるわけでしょ。そうやって狙おうと思わなかったのかね、小学校帰りとか。小学校帰り一人の子を狙えばいいじゃん。そっちの方が難しいと思った。一回チャレンジして失敗した。犬の嗅覚についてはかなり自分は信用して、そこがリュックあと終えるのであれば、この考察は破綻してしまう。そうだね。タケノコを探しててテクテク歩いて池に落ちてしまった。対岸に這い上がったが迷子になってしまい、対岸から右側の竹林に迷い込んだ。でもそれだったら探せると思うんですよね。探せると思いますけどね。100人体制で入ってんだよ、消防団、警察、犬。ちなみにそれだったらマサッシュの説明がつかないんだよな。終えるでしょ、マサッシュは。やっぱりこの黄色のスポットがより奥のとこで落ちたってことだったら、まだ話は分からなくもないけど。ナイス、ありがとうございます。どう捉えますか。ここ問題なのは、この5匹止まったとこさえなければ簡単なんだよ、この事件は。ああ、このリュックのおっさんが誘拐したんじゃねえで終わりだよ。ここまで未解決事件になることもない。
この5匹止まったことが一番のポイントじゃない。なんで5匹止まったの。本当に多くの人が踏み込んでしまって鼻がバグることなんてあるのか。そんな負けるの簡単に。いや俺は俺のイメージだと警察犬そんなバカじゃないと思うけどね。いや20種のは使い、その嗅ぎ分けないと意味ないじゃん仕事的に。それバグりましたってさ、お話になんなくない。いや俺はもうちょっと優秀な気がしますけどね。だから俺は正直言うと雑感さんの説は5匹バグってしまった説はあんまり考えられないかな。1人ぐらいめっちゃ抜きん出てるやつだからいたっておかしくないですからね。学校帰りは捕まると思い出のタケノコ掘りを狙った。ああ思い出じゃねえ、ごめん、重い山のタケノコ、タケノコ掘りにたくさんの人が来て実際50人ぐらいいたらしいですよ。幼児にいたずら願望がある犯人がたまたまそこにゆきちゃんが一人でいたっていう偶然がそこの事件を起こした。まあ普通に考えればそうなるんだけど、穴あたり匂いが異常に重なってるとか、なんで重なったんだろうね。俺思うんだけど、ここが重なってるんであれば、その周辺も重なったっていいじゃん。だってここに着くまでの経緯が、ここをたどるルートが確実に同じくらい踏まれてもおかしくないじゃん。要はこの黄色のスポットあるでしょ、黄色じゃない、間違った、青に行くたどるまでがペタペタ20人の痕跡がないとおかしくね。イコールもっと前で止まったりとかしたっていいんじゃん。いや俺はそう考えた。まなんでここなん、要はピンポイントで止まってるから謎なんですよ。じゃあ周りの周辺は20人踏まなかったの。踏まないわけないんだよ、たどり着けないんだから。でしょ、だからこの考察、雑感さんの考察はもうこの時点で論理破綻するんだよね。だから考えられるとしたら、俺のイメージだよ、ガチのイメージだと、いきなり例えばなんだろうな、パラグライダーかなんかで、パラグライダーかなんかでせーのっつってウィーっつって渡って、こう青い地点に着地とかしてる人間がね、どっかからスタートして、どっかの山からスタートしてブーっつって、ここまでたどり着いてポッてポッポッポッつって、やらない限りこの考察は当たってないような気がする。何が言いたいかというと、要は、ここにたどり着くまで歩いてるわけでしょ、他の人が歩いてるわけじゃないですか。でその歩いてるとこが何十にも踏んでるわけでしょ実際。だから青いスポットにたどり着くまでに鼻がバグるはずだということ、これはどう捉える。俺はそういうふうに考えるんですよね。じゃあ物理的にそうじゃない、だってなんで青いとこだけなの。青いとこにたどり着くまでがなんで終えるわけ、逆に。おかしくない。さっきのパラグライダー説しかないじゃん。せーのっつってどっかの山からここにたどり着いて、ポッ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 5人6人がたどり着いて、でそれまではそれだったら終えるじゃん。今までだって摩擦臭がないわけだから。じゃないと道理がね、おかしいんだって。先ほどのリュック男目撃の女性は、目撃場所として警察犬が、追えなくなったポイントだったと証言してる。あー、青いとこで見たということ。へえ、そうなんだ、ここで見たんだって怪しい男を。でやっぱ丹波池付近か。はい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 、なるほど。難しいですね。いやどうしても5匹が気になってしょうがない。どうしても気になる。なんでこんなピンポイントなの、おかしいよね。おかしくない。いやめちゃくちゃ気になる。マサッシュがあちらこちらに散らばってたら難しい。そうだな。見間違いの信憑性が低い証言。なるほど。
バンバン意見書いてくれ、みんな。バンバン意見書きなさい。ね。気にならない？この事件。また興味ない？え？課金しゃい。どう思ってんのか。どう思ってんの？誘拐なの？リュック男で確定か？じゃあ例えばじゃあリュック男だとしましょうよ。じゃあその後どうなってると思います？その後うんともすんとも言ってないじゃん。なんで分かってないの？それ考えてほしいね。例えばじゃあそれでいいよ。なんないし、まあ、他の犯人でもいいけど、じゃあそいつは なんなの？その後どうしてんの？じゃあ距離もある。真上から連れ去られた可能性があるので、大型のさらわれたという。いやだからさっき説明したじゃん、日本で 15.5 キロの子をさらえる鳥はいないんだって。いないのよ。いないの。海外だったらいるけど、もう大型鳥類説は 100% ないんだよ。日本だったら考えられるとしたら海外から来てるやつぐらいしかない。そんな波風にさらわれてどっか行っちゃうよ。大型鳥類説はありえないよ。短命期は3メートルぐらいあるらしい。だから青空さんが溺れた、あの落ちたって言ってるけど、溺れて死んなくなっちゃうんじゃないかなって思っちゃうんだけど、3メートルだったら。説としては他にどんな説が上がってるとは知ってますか？ヒント欲しい。大型鳥類説と言われてるのと、あとはまあリュック男だよね。大体この2つだな。うん。海外に連れて行かれたのではないか。なんで？なんで海外に連れて行かれるの？リュックで連れ去り車に乗せてわいせつ？エッチなこと目的？鼻がバグったのならリュックに入れずに担いで森の方に連れ去ったでも通じるね。そうだね、担ぐこともできますね。ただ騒がれる可能性があるけどな。リュックに入れた後は車が止めてある駐車場まで何気ない雰囲気で普通に歩いていったらさらってしまったのかと考えてます。知らない親が育ってる。松岡くんがの真相わかんないけどね、でも池に落ちたんだったらもうダイバーとかも、ダイバーも入れる前にわかるんじゃないですかね。3メートルぐらいだったらわかると思うけど。100人いるんだよ。捜索100人に及んでんだよ。100人って相当の数だよ。連日100人200人いるんだよ。徹底的に念入りに調べてるよ。そうでしょ、徹底的に念入りに調べてますよ。池の水は後で抜いたよ。うん、あれ抜いたよね、これ。ちなみに抜いたよね。うん、抜いたはずですよ、確か抜いたよね。うん、抜くの大変だな。いやそうでもないよ。そうでもない。 DMM でダウンロードすればね、ソフトオンデマンドのマジックミラー号、簡単に抜けるよね。抜くのは容易ですよね、男であれば。うん、やらせでも抜けますよね、それに関しては。うん、
込めや。なんなの今日は。突っ込めや。ノリについてこれない。なんなの今日は。お通夜会場ですかここは。ちょっとみんな盛り下がってるか、ちょっと盛り上げとしたらこれですよ。突っ込まれねえし、地図とか写真で見たんですが、タケノコゾーン相当美味しすぎたって司会が、それいつの話ですか。 Google マップっていうのは常に更新されるから、 Google マップっていうのは更新されるから参考にならないか。俺は Google マップは一切表示しないんですよ、考察では。あれって更新されて2022年だったりするから、要は何が言いたいかというと、2005年当時の Google マップの情報が欲しい。そんなんないから。J 袋からの知識なんですが、警察犬が匂いを追えなくなるものに密封性の高いものに入れた場合、匂いが追えなくなるようです。じゃあリュックで追えなくなるということでいい。地下水によってできた穴か何か落ちた可能性がある。地下水によってできた穴。その当日はないですが、いろんなの見てました。なるほど、お疲れ様。よっしゃい。いいよ、その見た感じ、Google マップはどうなんすか、じゃあ。当時のそのままになってればね、俺も出すんですけど、現在のやつだからな、若干変わってるでしょ。頑張ってください、ありがとうございます。あと、すいません、ナイスボタンを押してもらえませんか、皆さん。来た人、来てる人結構続々と忘れてるんですけど、ナイスボタン、右下のコメント欄の右かな、携帯だったら。パソコンだったら、コメント欄の左上にあるから、拍手ボタンね。ポチッと押すだけで、これ、N1 ランキングっつってね、イベントこれ、上位入賞するとね、非常に助かります。押してください、1個でも2個でも、1個か。タケノコゾーン以外は普通に進路なんですよね。それはだから現在の Google マップですよね。当時は分かんなかったわけで、舗装されてる可能性だったらいいや。だから俺は現在の情報じゃなくて、今、その当時の情報が同じ服変わってないんだったら、もちろんそれは重要だけど、Google マップで考察するのはあんま効果はないんですよね。だって変わってたらどうする ?17 年ぐらい経ってんだよ。舗装の一つや二つしてもおかしくない。って考えると地形も若干変わったりとか変化が生じる。イコール参考にならない。だから初めから Google マップは一回も俺は紹介しない。まあ大体把握するのには便利だけどね、ちなみに。把握するのは便利ですけど、この場所の看板とか、ああ、そういうことですか。登山用のリュックや構造上、そういうことも可能なのかなと。例えば、タケノコの泥が、リュックの内側を汚さないようにビニール製のものを入れてたなどが、偶然ではありますが、密封性を高めてたものとも考えられる。言ってる意味わかんない。タケノコの泥がリュックの内側を汚さないようにビニール製のものを入れてたってどういうこと？それの意味がわからない。日本、どういうこと？泥を防ぐため防塵性を重んじてビニール製のリュックを使ったということでいい？違うか。リュックに入れられたら犬が追えなくなるからほぼ確のような気がする。マジで？そうなのかな本当に。密封性か。マジか。じゃあ分かった。じゃあ一回、じゃあ仮にじゃあそれとしようよ。まあみんな大体そこは一致でいいか。じゃあ犯人像は一致でいいか。じゃあリュック男だとしようよ。じゃあさっきから言ってるけど、
5匹の犬の謎を解いてくれ。ここを終わんないと次行けない。いや、そこはいいよ。ほぼみんな一緒だから、じゃあそれでいいです。入れられた駐車場に止めた車で逃走。黄色の目撃は、見間違い。特殊なリュック。ああ、そんな売ってんのかね。5匹の謎答えてくれよ。5匹の謎を解きましょう。ね。5匹の謎を解きましょう。5匹も同じ場所で反応したのは、その場所でリュックの中に入れて背負ったから警察犬もそこで反応したのでは。匂いがそこで途絶えた。ああ、何、純粋にその密封性を重んじたリュックの効果で追えなくなったって説ですか。犬が追跡止めた場所でリュックに入れたんじゃない。これシンプルに考えてそういうこと。海外の超能力者の霊視では犯人は竹の子堀のメンバーではないと言ったそうです。じゃあ誰って言ったんですか。どうせテレビの力でしょそれ。 FBI だかなんか。 FBI じゃねえや。ごとでもいなくなった。リュックで吐いた時点で匂いが消えたのか、消臭スプレーなり撒いた。いや俺はね、正直言うとこう犯人はそんな知識ないと思うよ。摩擦中に関してはど素人だと思うけど、だから消臭スプレーもないような気がするな。純粋にあれなんじゃないの、リュックで追えなくなった説。でもさ、思うんだけど、さすがにそのぐらい警察も把握してるんじゃないの。俺らで思いつくってことは警察も当然意識するよね、そんな。で、なんで情報が出てないの。後藤は追えなく、警察発表がしたっていいじゃん。後藤で追えなくなったのは、犯人らしき人物がリュックかなんかで入れてしまい、連れ去った可能性を視野に入れてるぐらい公式発表したって、バチ当たんないでしょ。バチ当たんないよ、こんな。何の、だってそういう見方っていうか、見立てって絶対あるじゃん。捜査一課の見立てって絶対あるんですよ。殺人事件であれば、例えば強盗なのかとか、物取りなの、怨恨なのかとかって、見立てから始まって捜査するじゃん。誘拐事件もそうですよ。見立てから始まる。見立てはって必ず立てるから。で、それの発表ぐらいしたってバチ当たんないじゃんね。なんでそういう情報が出てないのかは理解できない。別にあなたたちを疑ってるわけじゃない。あなたたちの考察を疑ってるわけじゃなくて、純粋にそれであれば、そういった疑問は出てきません。警察もそのぐらい分かってて発表ぐらいしてもいいんじゃないのって俺は思うんですよね。してないってことは多分、そういうことじゃないような気がするんだよな。1日目の1頭だけがバグり、その付近を捜索しすぎて翌日の4頭が同じ地点で立ち止まってしまった。ごめんなさい、どういう意味それは。その付近を捜索し、ああだから結果、だからさっきのみんなペタペタ踏んじゃったってことでしょ。要は同じだよね。1頭はバグって続いちゃったってことでしょ。そういうことだよね。わかりました。じゃあちょっとギブアップかな、そろそろ。俺は。じゃあ最終考察をお願いします。今までのを踏まえて考察をお願いします。リュックで追えなくなったとは警察のメンツで言えなくなった。いや、情報としてはメンツもクソもないと思うんですけどね。例えば、それ発表すれば、じゃあリュックの目撃証言が上がったりとかする可能性だってあるし、リュック男のね、有力情報につながる可能性の方が高いから絶対公表するべきなんだよ。公表するべきで、犯人像は。リュック一択？リュック一択ですか？
迷子になって竹林に迷い込んで発見されてない、それよほど奥に行ってないとってことだよね。じゃあ100人体制でも捜索してるはずだから、一帯は周辺は捜索済みなはずなんだけど、それより以降に例えば山の方に行ってしまったとかってことですか。単純に見つかってないだけ。後藤ともバグるのは考えにくいから、その場所で匂いが消えたと考えるのが自然。怪しい男がリュックに入れて連れ去った説。みんな珍しいね。今までさ、なんだろう、結構いろんな事件紹介してるんだけど、リスナーの意見がほぼ一緒なのはこの事件ぐらいか。もうこれ一択かな。リュック男一択説。初見さんいらっしゃい。どこから来たんですか。いらっしゃい。ありがとうございます。よかったらナイスボタン押してくださいね。右下のね。ナイスボタン集めてます。リュックなのに入れたことによって警察犬が匂いを追えなくなり、そこから駐車場まで歩いて車で移動して連れ去ったと考えます。リュックの男は連れ去り。珍しいね。ここまで意見が固まってんのね。意見が固まってんの珍しいね。だいたいばらけるんだけどな。ダンベイ池に落ちて亡くなった後、地下水として流れる池にはまった。いや、それだったら警察がダイバーかなんか入れて捜索してるはずですよ。うん。それはないような気がするけど。くまなく探してるでしょ。いやー、池関係が一番、ここら辺でいなくなったって言われてんだったら当然探すよね。そういう真偽で偶然重なって捕まってないってこと。防水性のリュックなら匂いが密封されてそうだし。じゃあ分かった。じゃあそれで考察進めたいんだけど、じゃあどうやって言ったの。リュックにどうやって入れたの。強制的にガムテープとかでぐるぐるっつって、それか脅したのか、入れっつって、ほんで無理やり入れて騒がないようにして脅したか、猿子さんが言ってるそのかくれんぼ的な提案をして誘拐誘発させて抵抗させないようにしてしまったとか、どういう感じです、それは。ダンベイ池の右側から広範囲の竹林も調べてみてはどうか。右側から仕込んきられてます。気絶とか、現在はどうなってると思います、ゆきちゃん。もっとタケノコあるよって人気ないところに連れて息眠らせたが、一番確実にリュック入れられる。まあ誘い文句としては一般的ですよね。リュックの中にいいタケノコあるから取ってこら。まあタケノコ誘い、タケノコ誘いですか。じゃあ皆さん、タケノコのだけにタケノコもっと取れるよ的なやつですか。まあ思いつくのはそうだね、確かに。今期ありがとうございます。まあ確かに思いつくわな。なるほど。今期ありがとう。他の人は大丈夫。で、摩擦臭は？リュックで追えなくなっちゃったで確定？リュックでその匂い追えなくなっちゃった説？意識あるときにリュックなんて入れたら嫌がるような。そうだね。短時間での犯行を考えると、タケノコをあげたりしておじさんがお母さんのところまで連れてってあげるよ。
かくれんぼの提案になり、自然にゆきちゃんが声出さないように約束を取り付けたのかなと推測する。うん。でも結局さ、リュック入れたのはここなんでしょ。警察犬が止まったとこが一番合理的だよね、これ。これ目撃証言本当になかったんですかね、ここ。結構目立つと思うんだけど、他の人いなかったの、これ周り。そんな偶然あんのかな。じゃあここだとしましょうよ。本当に見てないのか、これ。いや、駐車場に行くまでにおじさん見たって、駐車場の方に歩ってったって目撃証言があってもおかしくないじゃん。なんか、藪の中に戻ったって言ってたでしょ。例えばだよ。例えばこのさ、藪の中あるじゃん。藪の中ルートな気がするんだよね。俺は。駐車場で普通のルートをたどるんじゃなくて、この上藪じゃん、上は。上から左の方に行って逃げたとか、藪経緯なんじゃないの。藪ルートだと思う、俺は。道、普通に道なりじゃなくて藪じゃない？じゃないとおかしいんだよね。普通にバレるよ、駐車場まで行ったら。それかさっき言ってた人は、丹部池を渡って下の方に行ったとか言ってたけど、まあどっちかかな。でもこれも結局藪の中に隠れた方が見つかりにくいんだから、結局藪ルートじゃないの、どっちにしろ。突っ切ってさ、右下の方に行ったんじゃないの、それか。あ、ちなみにこれ、あの、分かりやすいようにわざとトリミングして切ってるんだけど、この駐車場より左はビジターセンターがある。ビジターセンターがあるから。つながってるんで。はい。目撃者が出る、そうっすね。大きなリュックを背負った男性は竹林の茂みから道に突然現れた。そうですね。だからそれなんですよ。やっぱ、藪に隠れてたんじゃないの。様子伺って。様子伺って、藪に隠れてたんじゃないの。多分。うん。車は駐車場じゃなく山に近い場所に停めてた。その可能性もあるね。その女性しか今出てる証言しかないため、ケンさんが言うように一つ目のつかないルートを取ってたようなかなと思う。そうですね。じゃあ俺の考察はね、まあ正直言うとみんなと被ってます、今回も。まあ普通に考えればリュックだよね。リュック男一択は一択だけど、ただ問題は5匹の謎だよね、犬。まあこれは有力なのは、雑感さんのブログだと、さっき、あの、ペタ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 探す人が踏んじゃって、嗅覚がバグって追えなくなったって説なんですが、これじゃないとしたら、やっぱり、さっき言ってた通り、リュックだと匂いが追え、リュックに入れちゃうと匂いが追えなくなるっていうのが情報が正しいのであれば、それかな。それが一番筋が通るよね、全てにおいて。うん、だから雑感さんは当たってないことになるのかな。まあこれが正しいのであればね。2020年テレビ番組でその女性が証言されてますが、2010年にこのリュックは男の目撃証言が出てたようです。ありがとうございます。でも俺はさっきから疑問なんだけど、さっき言った警察の件か。警察が公表してもいいんじゃないかと思うんだよね、それだったら。なのに出てないのがちょっと謎だけど、ちょっと疑問だな、やっぱり。まあ言う必要性もないかもしれないけどね。仕込んきゃれてます。ええー、ことかな。じゃあ誘拐だったら今はどうなってんですか。エッジ目的とかで誘拐したってこと。で、それじゃあ達成しました。どうしてますか。いなくなってるってことで見つかってないんだから、今もどうなってるかわかんないんだよ。じゃあどうなってるかわかんないのはなんでなのかって考えると、表に出れない状態、
表に出れない状態というのは、すなわち監禁されている可能性を否めない。うん。ずっとそいつと一緒に暮らしている可能性も大いにある。そうすると、例えば、当時が2005年、5歳でしょ？で17年経ってるから22になってるんですよ。ご存命であれば22になってるんですね。もう家族に近いぐらい。22年間監禁は、これ参考にしてほしいんですけど、日本での最長の監禁の、事件で言えば、確か俺の記憶が確かだったら滋賀県の自分の息子をずっと監禁させた事件は24年だった気がする。うん。で、時点で17年ぐらいの事件はあったよね。日本で大体17年ないし24年とかあるから、全然あり得る話ですね。それが発覚してそれだから。発覚してなかったらずっとだよ。だから、何が言いたいかというと、世の中には、発覚してるだけで24年間っていうのがあるから、発覚してなければ20年、30年、40年の可能性も全然あるんじゃないか。一生明るみに出ない事件だってあるから、要はそいつがずっといればね。そうなってしまうと、もう手に負えないんですよね。だから何らかの方法で逃げ出せるチャンスがあったりとかしたら逃げてほしいと思うし。それか洗脳されちゃって、女子高生カゴの鳥事件みたいにね、ストックホルム症候群でしたっけ、犯人のこと好きになっちゃって依存しちゃってみたいな。で、なっちゃうと、もう、親父同然になっちゃうね。ということで、そもそもが逃げ出す気がないから一緒に暮らしてる説になっちゃうね。じゃあ、例えば保険証とか年金とかそういうね、そういうのどうしてんのかって言ったら、全部親父にやってもらってるってことか。で、働いてないってことかな。だからわかんないみたいな。で、外に出ないから、全部買い物も任してるから、外に出ると、もしかしたら面影が残っちゃってって考えると、AI のね、似顔絵とかもあるから、バレやすいから警戒して、さらに監禁が続いてるかもしれない。迷子になった末に森の奥へさまよって見つけられる距離にはいない。事件性はない。でも捜査員が100人200人入って連日探してて見つからないっていうのはあんま考えられないんだよな。ただすごい奥に行ってしまって、捜査員が手に及ばないぐらい遠くに行ってしまった可能性があるんであれば可能性はあるね。ああ、臓器売買目的の誘拐も多かったようです。まあ、これも食感なんですけど、あくまで食感ですが、この当時でもそういった類のビジネスは日本であるかって言ったら俺はないような気がしますけどね。あくまで食感ですが、それ一昔世代前な気がしますよ。そういうヤクザのそのしのぎというかね、昭和だよね、臓器売買とか。俺的にはこ都市伝説レベルだって思ってますね、臓器売買に関しては。ただ、まあ、2010年ぐらいでもそういった臓器売買目的で逮捕されたやつもいなくもないから考えられなくもないけど、なかなか取引は難しいと思うけどね。他の功績を買い取って他人として生きてると思って、まあそういう系かな。何らかしのいでるんじゃないですか。だから俺としては早くそういう2012年ぐらいから海外で聞きました。だからそういう説もなくはないけど、あまり一般的ではないような気がするけどな。なくはないよ、もちろん。だから一応視野にはあるけど、あんまり考えてないかな。なんとも言えない。ありがとうございます。ということで、まあ、見つかってほしいですね。なんとか、何かしらで発覚してほしいと願うばかりでございます、この事件は。見つかるまで僕はこの事件紹介しますよ。じゃあ皆さん、希望を持ってください。俺は生きてる説を唱えたい。
希望を持ってください。全然可能性はありますから、まだ諦めないでほしいで、親御さんもね諦めないでいただきたいですね。記憶消失になって後で保護されてもその可能性もゼロじゃないしな。ということで、解決を願う方はナイスボタン、右下の拍手ボタンを押してくださいね。押してくれるかな、同じ気持ちの方はね。全然押されないんだよな。寝ちゃったのかな、これね。ナイス。ノーナイスでござるな。バットでござるな、バットで。一人押してありがとう。病気持ちがないから高くれると聞きまして、それは分かんないな。俺もなんか聞いたことあるけどね、日本人はなんかそういう話聞いたことあるけど、どうだろうな。実際分かんないな。押しました、ありがとうございます。他の人も押してよ。ナイス、押して押して。みんな協力的じゃないな。押してくれよ、頼むよ。そんなに嫌か。しょうがないね。じゃあ次の事件いきますか。次の事件いきますか。また紹介しますわ。また紹介しますわ。次の事件いきましょうね。遺体が出てこないので連れ去りの可能性とか。まあそうだね。表向きに出てない。そうなんだ。みんな眠い？頑張れる？あと1事件。明日に回してもいいよ。どうせ明日、6日まで連続でやるから、放送は。明日にしますか？眠いですか？どうします？やりますよ、まだ。まあ、ちなみに、正直言うと、この事件が一番難しいよ。大丈夫。次やる事件がこの中で、今日紹介した中で一番難しい。覚悟はあるのかい？覚悟あるのかい？泣くほど頭フル回転させないと難しいよ。いけんのか、第一ホテルはめちゃくちゃ難しいぞ、これ。わざとも一番難しいの持ってきてるからね。これ泣くほど難しいよ、この事件。意味が全然わかんないもん。って、いっつも言ってますね。昨日も同じこと言ってるし。常套句だわ。いっつも難しいだのわけわかんないと言ってます。逆に簡単だって言ったことあります？俺が。ないんだよね、一回も。未解決事件はそのぐらい難しいから未解決なんだからね。奇妙でね。ということで紹介しましょう。第一ホテル事件でございます。心して聞いてください。いきまーす。いきます。あ、蓄音機余ってたらちょうだいね。ナイスと蓄音機、蓄音機不足でござる。あと、よかったら申し訳ないんだけど、袴買ってくれると嬉しい。袴120買ってほしいな、1個でもね。ウェブ購入から買ってください。いける人はね。フリー6位です。これ、あと5人倒したいね。まあ、6日までだけれども、ちょっと距離を詰めたいんでね。蓄音機とは袴で上がるから、ランキングね。ください。よろしくでーす。ありがとう。じゃあ行きますよ。これ古いかな、割とね。古いと思いますよ。はい、行きましょう。よいしょ。行きまーす。お、ゆいさんありがとう。ありがとうございます。よいしょ。10倍もありがとう。ありがとう。リングマさんありがとう。サラコジさんありがとう。どうぞありがとう。Thank you, thank you。はい、行きましょう。第一ホテル殺人事件、一回紹介してますね、YouTube で。ちょっと見えないか。ちょっと拡大するか、これ。はい、これでどうだね。
はい、ご紹介しましょう。第一ホテル殺人事件とは1972年、今から50年前だな、ちょうどな。古い事件ですが、6月26日東京都港区新橋にあった第一ホテルで、熊本県八代市在住の女性歯科医師が殺害された事件。この事件では犯人の血液型や指紋が判明していたのにもかかわらず、八代市ですか犯人を特定することができず迷宮入りして未解決事件となりましたと。また被害者は女性歯科医師という社会的地位が高い職業についていて、さらに不倫をしていたことが報道で明らかになったことで、被害者のプライバシーに関する部分に世間の注目が集まりましたと。ほう、詳細でございます。発生日は6月25日から6月26日、発見は6月26日、被害者は谷脇きのこさん37歳、ということでございまして、この事件は被害者の体内からは犯人の体液が検出され、現場には犯人のものと思われる指紋であったにもかかわらず犯人を特定することはできませんでしたと。うん、なるほどね。ほんで、よいしょ、熊本県八代、きぬこ、どういうこと、何言ってんの、きぬこさんじゃないの、どういうこと、きのこさんって言ったよ。うん。何言ってんの。きのこさんは、東京で行われる歯科講習会に参加するため、漢字じゃない、どういうこと、あ、何、名前が何、その、ここが、カタカナの子ってこと、本名が。そうなんだ。だってこの当時は珍しいのかな。ああそう、そういう人いるか、珍しいね。うん、なるほど。で、まずきのこさんですが、東京で行われる歯科講習会に参加するため1907、きのこ、わかりました。1972年6月24日に2人の男性歯科医師と一緒に上京し、新橋にある第一ホテルに宿泊しましたと。6月25日の夜には同行者の男性歯科医師2人 A さん B さんと称します、有楽町のガード下にある焼き鳥屋でお酒を飲んでいましたが、午後7時半頃に気持ちが悪いと言って一人で第一ホテルに戻っていますと。ほう、同行者の2人はその後映画に行きましたが、そのうちの1人 A さんも体調を崩したと言って午後8時半頃に先に帰れましたと。 B さんは11時過ぎにホテルに戻り、ベッドで横になっていた A さんと一緒に再び外出し、30分後にホテルに戻ってます。すなわちだから A さん B さんが一緒にホテルに出たという解釈か。ホテルに戻った後、男性2人、A さん B さん焼き鳥代を精算しようと、きのこさんの部屋をノックしますが応答はありませんでしたと。翌日に再びきのこさんの部屋をノック、しますが全く応答がないため、ホテルの従業員にお願いして部屋の鍵を開けて入ったところ、全裸で亡くなっている、きのこさんを発見したと。うん、きのこさん第一ホテル3304号室の絨毯の上で全裸で亡くなっておりました。遺体にはホテルの浴衣、未使用や上京した時に着ていたワンピース、ジャンプスーツなどがかけられていました。解剖の結果、死因は手か幅の広い帯のようなもので首を絞められたことによる窒息死であることが判明しています。また全身に皮下出血があり、きのこさん必死に抵抗したと見られています。さらに死亡後に、引口されたことが判明しました。ひどいですね。
司法解剖の結果、胃の内容物から亡くなったのは食後 1,2 時間後、つまり6月25日の午後7時半頃から8時前後であることが判明してますので、ホテルの部屋に入った直後に殺されたと見られてます。うん。ベッドやバスルームは使った形跡はなく、ドアノブには起こさないでくださいのカードがかけられていて、現場は密室となっていました。また被害者の、きぬこさんは医療器具購入のために現金50万円と16万円の小切手を持ってきていましたが、フロントに預けられていたので盗まれていませんでしたが、ハンドバッグに入った時と見られる少しの現金を盗まれた。へえ、いくらぐらいだろうね。隣の部屋と真下の部屋の宿泊客は助けてという叫び声を聞いたようですが、男女間の いざこざやそのようなプレイなのかと思って警察には通報しなかったと。うん。死後に強姦されておりますので、体内には犯人の体液が残っており、男ですねこの時点で、犯人の血液型は O 非分泌型であることが判明しました。また被害者のハンドバッグの留め金には犯人のものと思われる指紋が残されておりました。また捜査を進める中で犯人候補が何人か捜査線上に浮上しましたが、血液型や指紋が違ったりアリバイがあったことなので容疑者から外れていき、結局は迷宮入りとなった事件でございます。場所は、第一ホテル新館、まあここはいいな。外国人もよく利用している一流ホテルだったようです。うん。でこの当時も多くの宿泊客がいて、3階は満室だったと。で最終的には経営破綻しましたが、その後阪急ホテルズが買い取ったのかな。はい。ということで4人怪しい人がいるということですが、1人目同行してた歯科医師、最初に疑われていたのは、同行していた歯科医師 A さん B さんです。6月25日被害者きのこさんは同行していた2人の医師と一緒にお酒を飲んでいましたが、7時半ごろに気持ちが、さっき言いましたね。うん、ここは飛ばすか、さっき同じだからね。ちなみに11時半ごろに B さんが映画を見てからホテルに戻ってます。で A さんは体調崩して8時半ごろに1人でホテルに戻って自室で寝てたと。つまり A さんは被害者の死亡推定時刻頃に非常に怪しい行動をしていてアリバイがないのですと。ほう。そのためこの2人、特に A さんが犯人ではないかと疑われました。しかし2人とも犯人の血液型である O 非分泌型ではありませんでした。またハンドバッグに残っていた指紋とも一致しなかったため容疑は晴れているということです。2人目不倫相手の歯科医師、次がですね被害者の不倫相手である歯科医師、この不倫相手の C さんとしましょう。被害者の大学の、2年先輩で東京で歯科医師をしていたと。被害者は6月24日に同行していた2人の歯科医師とは別に飛行機で1人で上京し、それから第一ホテルにチェックインしました。それからその C さんとロビーで会ってから六本木へ向かい、深夜まで一緒にいました。おお。被害者は同行してた A さん B さんには親戚の家に行くと嘘をついて C さんと会っていました。当然 C さんが犯人ではないかと疑われましたが、血液型も指紋も一致しなかったため C さんも容疑者から外れたと。おお。次3人目ダンス相手、上京の際には、有楽町のダンス教室に通っていて、今回の状況でもダンス教室のチケットを用意していました。また新橋のダンスホールは遊び歩いていたことが判明しています。ダンスホールで被害者とダンスを踊っていた D さんも容疑者に浮上しましたが、 D さんにはアリバイがあったため犯人ではないとされています。うん。なるほど。4人目教授説、元教授。事件から5年後の77年に東京の歯科大学の元教授が重要参考人として浮上したと読売新聞と産経新聞が報じました。しかしこれはすぐに間違いだったことが判明しております。
この元教授が犯人だと密告した、上津は、この元教授から結婚詐欺のようなことをされたため、犯人であると密告すれば居場所がわかると思ったようです。え？どういうこと？犯人であると密告すれば。あ、まあとりあえず怪しんだやつが通報したってことか。うん。で、謎なんですが、社会的地位は高いのですが、別の顔を持っていて、私生活は派手なタイプだったと報じられています。旦那とはダンスホールで知り合う、既婚者でございました。きぬこさん、既婚者。旦那はトラック運転手でダンスホールで知り合っています。両親に結婚を反対されましたが、男性が婿養子に入る形で事件の9年前である、1963年に結婚しています。旦那さんはトラック運転手を辞めて、歯科技工士見習いとして被害者の仕事を手伝うようになり、事件の前年である1971年には、八代市で歯科医院を開いていると。ほう、派手なタイプとしては有名だった。うん、一人でダンスホールで遊び歩いてた情報がある。講習会ではこう一点で新しいファッションで注目を集めたり、金張りの靴を履いたりしていて、仲間からはボディーガード付きの女王様と呼ばれていたこともあったようですが、上京した時のスーツケースにはクジャクの羽の色の夜会服や銀色の男子シューズ、つけまつげなどが入ってました。へえ。旦那さんともダンスホールで知り合い、派手な服装をしていてダンスホールに繰り出し、東京には不倫相手もいた。被害者は意外な一面を持ってたようです。うん、状況は別の目的があるかと。目的は、歯科医師の講習会に参加することでした。しかし、実は状況には別の目的があったのではないかとも見られています。講習会は全部で10回あったようです。講習会の参加費は4万円、10回出れば40万円、飛行機代やホテル代を考えると100万円以上の出費です。歯科医師を開業していた被害者はお金に困っていなかったと思われますが、そこまでして講習会に参加したのは上京して遊びたかった、もしくは不倫相手と遊びたかったからもしれませんねと。おう、100万はでかいな。うん、真相、4人浮上しましたが、他にも不倫相手の可能性があった、可能性があったと。そして地上のもつれで殺害されたかもしれない。そして一晩の相手が変質者だった。被害者派手好きで開放的なタイプ、一晩だけの関係の相手がいた可能性もあります。同行して2人と一緒に飲んでいたところ、気分が悪くなってホテルに1人で帰ることになりましたが、途中でナンパされてその男性と意気投合し一緒にホテルに戻ることになった。しかしその男性は変質者だったとしたら、変質者だったから、部屋に入ってすぐに被害者を襲われて殺害されてしまった。だから、ベッドやバスルームは使われてなかったと考えられます。変質者だったから、殺害後に被害者を隠行したのではないでしょうか。したのではないでしょうか。不倫相手だったら痴漢はしないでしょう。だから被害者は変質だった可能性が高い。もしかしたらナンパしてた相手ではなく、ホテルに戻る時に変質者に目をつけられて、後をつけられて部屋に押し入れられたかもしれません。まあその可能性もあるね、確かに。第一殺人ホテルで心霊現象はない。どういうこと？心霊現象の噂はない。じゃあなんで書いたんこれ、っていうまとめサイトの情報でございました。プラスここからは青空レポ行きましょう。事件概要大体わかったかな。より詳しく青空レポ紹介しましょう。大丈夫？みんな起きてるか？大丈夫か？起きてるか？寝ちゃったね。行きましょう。こっから長いですよ。
よいしょ。はよ、ナイス押してくれるかな？押してくれた？ナイスおじさんです。行きましょう。ありがとうございます。チコンキュー、ありがとうございます。全部読みますよ。被害者きのこさん、昭和10年生まれ、1月1日生まれ、熊本県の出身、赤海省の末娘。ナイスアレート。八代市の白百合学園中等高校を卒業し、久留米医科大を経て福岡県立九州歯科大学へ進学。学校時代のニックネームはモンローちゃん、マリリン・モンローのような雰囲気だったそうです。へえ。で、卒業後は福岡市内の歯科医院に助手として就職した後、天草の離島五所浦の町立診療所に勤務。66年に八代郡の本村で歯科を独立営業し、70年には八代市で、谷脇歯科医院を開業。なるほど。3年上の旦那さんとの出会いは、診療所に勤務していた頃、ダンスホールに遊び行った際に知り合ったのが縁で、夫婦仲良いものだったと。事件当時9歳の長女と7歳の長男がいました。遺品のスーツケースから出てきたダンスの衣装などは、東京へ行く前の晩に旦那さんが取り揃えてあげたようです。へえ、優しいね。旦那さんは、ひのこさんが東京での講習会の時にダンスに通っていることを知っていましたが、東京の医師と不倫していることは知りませんでした。そりゃそうだよね。そりゃそうだわ。時系列でございます。6月24日12時、八代駅で講習会に同行する医師 A 医師 B 医師と、待ち合わせ。12時38分、鹿児島本線の急行で博多へ向かう。3人は福岡の空港から羽田空港へ飛ぶ予定だった。しかし熊本に近づく、頃に、きのこさんが、私ちょっと熊本に用事ができましたので急いで追いかけますからと言い、熊本駅で降りてしまう。谷さんはタクシーで熊本空港へ向かうと。2時15分が、谷脇さんが熊本空港発羽田行きの飛行機に乗る。4時40分、東京の第一ホテルにチェックインする。追いかけると言いながら A 医師 B 医師より先回りしていた。5時、ロビーで待ち合わせしていた 2年先輩の C 医師と合流する。 C 医師は東京在住で、講習会を紹介した人物、きのこさんに講習会を紹介した人物で、それは、不倫にの恋に落ちるためだったと。6時45分、C と、タクシーで六本木のレストランに到着。8時半 A 医師と B 医師が福岡の空港経由で第一ホテルに到着。自分たちより遅れてくるはずの、きのこさんがすでに到着、外出していることを知る。9時、C 医師と、千駄ヶ谷のホテルへ不倫の恋に及ぶ。11時、C 医師が、タクシーで、第一ホテルを送る、C 医師がきのこさんをタクシーで第一ホテルへ送る。ここまでが1日か。ほう。朝、 A 医師と B 医師が、きのこさんに昨日の夜はどこ行っていたのかと聞くと、国分寺に住むおばの家に行っていたと嘘をつく。その後講習会開始。昼、講習会が行われている、霞ヶ関ビルに医療器具販売会社の T が、谷脇さんときのこさんと会うために来る。 T によると、きのこさんと午前中に会う予定だったが連絡が入らなかったので来たとのこと。後の、旦那さんの話、きのこさんの旦那さんの話によると、きのこさんは金銭のことで医療器具販売会社の人物とトラブルがあったらしい。ここは重要っすね。5時、講習会が終了。きのこさん、A 医師、B 医師が一旦ホテルに戻る。6時、3人でホテルを出る。20分ほどブラブラ歩いて西銀座のガード下の焼き鳥屋へ、焼き鳥とビール2本を注文して乾杯。7時、気分が悪くなったと体調不良を訴えて1人で帰る。7時20分、A 医師と B 医師は2人で日比谷映画街のニュー東宝シネマ1に入り、大自然の闘争という映画を見る。8時、
A 氏が気分悪く、あ、T、え、A 氏が気分悪くなったと言って映画館を出る。A 氏はそのまま第一ホテルに帰って寝たという。その頃、きのこさんは新橋駅北口のフルーツパーラーで桃2個とビワ12個を買っている。8時半、きのこさんの部屋に近い部屋で司法試験の勉強していた人物が助けてという女の叫び声を聞く。きのこさんの隣の部屋にいた北海道の会社員も助けてと同じ叫びを聞いている。会社員によると、少し前に隣室のドアをノックする音も聞いたという。隣室のドアをノックする音？どういうことこれは。誰目線だろこれ。どういうことだこれ。会社によると、その少し前に隣室のドアをノックする。隣室のドアをノックする。だから、きのこさんのドア、部屋のドアが叩かれておると聞いてるということかで合ってるかなってことは、じゃあ犯人の可能性が高いのかな。9時半、B 氏が映画館を出て、パチンコ屋で暇をつぶしながら11時頃に第一ホテルに帰ると。ほう。6月26日、遺体発見。司法解剖、考察後に死体を汚したとみられる精液の血液型は O、非分泌型。精液はその他に膣内から A 型のもの、乳房に付着した AB 型のものがごく微量ながら検出された。後に A 型のものは、きのこさんの旦那さん、AB 型のものは C 氏のものとされ、犯人の血液型は O、非分泌型に絞られたことになる。ごめん、全然意味がわかんない。その O、非分泌型って何なの？さっきから。O 型じゃないの？何なん？非分泌型って。意味が全然わかんない。何なんこれ？初めて聞くけど。何なんだろうこれね。何なんその非分泌。じゃあ分泌型は O なの？簡単に言えば。全然わかんないんだけど、この非分泌型って言われても、怪しい人物。 A 氏25日夜7時頃に、気分が悪くなったといいホテルに帰った後、8時頃に自分も気分が悪くなったと不良を訴えてホテルに帰る。アリバイがない。全く違う血液型のため白とされる。まあそうですね。こちらも B 氏、別れてからのアリバイがない、全く違う血液型で白。 C、 事件前日に秘密の不倫行為をする仲であったと。血液型は AB 型であり、事件当日は知人の息子の結婚式に出ていてアリバイがあったと。へー、T、ヤタニさんの、違うな、キヌコさんの旦那さんによると、医療器具の代金支払いの件できのこさんと金銭トラブルがあったと。7時頃から11時頃まで銀座のクラブを2件はしごしていたが、アリバイがあった。消えた現金と親指の指紋。犯行時、きのこさんとハンドバッグの中には1万5000円ほどの現金があったと推定されてますが、遺体発見時には消えていた。そのハンドバッグの金止めに親指の指紋が残されていた。なぜ1万5000円ほどだったと推定されるのか。きのこさんは事件当時57万の現金を所持していました。旦那さんが確認しています。うち37万は購入予定した医療器具の代金。きのこさんは、ホテルにチェックインした後にフロントに50万円預けています。講習会の受講料は1回は2万円で、25日と26日2回分なので2日で4万、残りの3万から飲食代を差し引いて残金は1万5000円くらいだったと推定されてます。なるほどですね。犯行現場で第一ホテルは従業員が全部で918人いました。このうち事件当時に勤務していたのは男113人、女60人の173人、めっちゃ多くない？さらにこのうち、きのこさんが宿泊していた新館勤務は55人、めっちゃ多くない？パート2。第一ホテル新館は、東屋を含め12階建て、地下、1階と2階の一部が宴会場で、2階から11階までの計600、ちょっと待って、607室の、
客室があります。事件のあった3階は67室で、25日夜の空き部屋は3室のみ、他は客が入ってた。ホテル深海に入るには廊下南側の本館1階ロビーを通らなければならず、本館ロビーのフロントには夜でも約10人の従業員が勤務しているとのこと。他に客室案内係のボーイが多くいるほか、深夜ガードマンが交代で10分から30分おきに、ホテル内を見回ってたということです。なるほど。まあ、不審者がいればすぐに発見できる仕組みになっていた反面、ホテル内にいた人は落として扱う、客として扱うので、実際には不審者の発見は難しいようで、これまで不審者としてのホテルから出てもらったのは酔っ払いしかいないとのこと。客を装えば真夜中でもホテルに入れたよ。へえ。警察の捜査も意見が分かれる。警察の捜査は顔見せ説と流し説に分かれており、流し説の場合外から尾行してきた。ロビーにて、キノコさんとの後をさりげなく追った。廊下ですれ違った際後をつけたなどが考えられます。しかし熊本から一緒に講習会に来た歯科医院2人に気分が悪いから先に帰ると訴えて別れたキノコさんが第一ホテルを通り越してわざわざフルーツパーラーまで足を運んだのは不自然だと。買ったのはもも2個、ビア12個が食欲がないと漏らしていたキノコさんが一人で食べるにしては量が多すぎる。確かにこれそうですね。確かに謎だねこれね。こういうとこですよ着眼点。着眼点いいですよ。こういうとこですよ、未解決事件の紐解くには。ここ気づいた人います？ちなみに俺が喋ってる時にここに気づけたのは鋭いな。確かに多いですね、ビア12個。気持ち悪いって言ってるからね、気持ち悪くないってことですからね。嘘ついてますね。部屋に帰った後、いつもならすぐに浴衣に着替えるのに、毒になるんだ。へえ。すぐ浴衣に着替えるのに、外出着のまま襲われているなどの状況から、果物を用意して訪問者を待っていた高3も高い、強いと言われてます。そして、顔写真こちらで、ちょっとイメージが違うね、全然ね。全然違うじゃん、顔が。これも本人？違うな、これも。全然違うじゃん、これ。で、これが何？発見現場か。現場の写真。以上です。ここまでの情報でございます。はい、という事件概要でしたが、どうですか？なんとなく分かりました？すなわち4人容疑者がいたんだけれども、警察的に言うと4人重要参考人がいたんだけれども、アリバイがあったり血液型が違ったり DNA が違かったりつって逮捕に至ってなくて未解決事件になってしまった事件ということです。ということで考察してください。これを踏まえた上で、誰が犯人じゃい？考察後、考察後、考察後だよ。これは難しいな。難しいな、これ。で、ここだけ落としとくか。考察後。考察後。これは難しいね。考えて、買った果物はホテルの部屋に置いたままだったらそうなんじゃないか。はい、考えてください。
みんな起きてる？頑張れ。難しいだろう。猫ちゃんありがとうございます。猫ちゃん。赤の美人ハート。みんな起きてるか？頑張れ。考察してくれ。来た人ナイス押してくれ。右下のナイスボタン押して。まだ不倫相手がいた？はい、考察して。どうだ？どうだどうだ？医師なら他の人の体液を用意するのはたやすいと考えるのはさすがに変。それはどうだろうな。貯めとくってのはちょっと考えがたいですよね。遺体発見は全裸で服はかけてあった自分で脱いだのかな。それはどうだろう。脱がされた。死後の行為と現金強奪は偽装目的っぽい印象を受けた。アリバイ作り。果物が部屋に置いたままということは誰かが来る予定。まあそうなんだけど、それが誰なのかってことですよね。分泌物がそれぞれ別についてる。殺す理由なんだよね、この事件は。殺されるようなことしてるのかな。なんで？てか本当にアリバイあったの？ T とか T が一番怪しいんだけど、 T 本当にアリバイあったんですか？これこいつが怪しいんだよな。アリバイあるの信用するか。少なからず全員アリバイあるってこと？あ、違うわ、ないのか。 A、B だけはアリバイがないけど血液型のあれでしろか。はあはあはあ、そういうことや。動機としては不倫が金銭トラブルですかね、上がっているものだと。1日に3人とやるってなかなかだね。そうっすね。大型の分泌液は誰のものでもないの。大型はね、これが犯人のじゃなかった確か。T の感じって血液型だかわからないか、可能性が高い。一見変質者の流しに思わせ身近の人物。血液型で捜査から外れるならやっぱり何か用意してて後からつけた気がしてならない。捜査から外れるなら、ただね、みんなよく考えてみ。俺が的外れなこと言うかもしれないけど、ちょっと聞いてくれ。俺はそもそも根幹から崩す考察なんだけど、この当時は50年前は警察のね、捜査力というか非常に緩かったんじゃないかなとね。すなわちこの血液型の鑑定ないし指紋もそうですけど、まあ指紋はまあいいとして、本当に合ってるかどうかが分かんないって考えなんだよね。なんでかさ、50年前だから。これが現在だったら DNA 型鑑定はかなり精度が高くなってるはずなんですけど、そういう部分をまず考えちゃうんですよ。なんでかっつったら、いろんな事件を背景で紹介してるから。 DNA 鑑定だとか、例えばその DNA 型鑑定が出たそのね、足利事件とかの話を聞くと精度がガッタガタって話だしね。それイコールじゃあ DNA が出た、鑑定ができるようになった時代で、おそらく精度が高いかどうかすらものすごく低いものだと思う。そう考えると、もうその時点で血液型は当てにならないと考えての考察から始まると、
A でもあり B でもあるかなと思う俺は。っていうことを考えると、この4人の中でも全然俺は可能性があるかなってことです。はい。刑事の DNA 混ざってた事件、それは今市事件かな確か。いや、ちなみにそれは違うな。鑑識の係のやつですね。刑事ではなく。血液型とか正しかったらそうですね。殺し屋を頼んだ T。犯人は医療機器販売の T。ホテルに近い銀座のクラブから少し抜け出して部屋を訪れ、金銭の交渉をしたが決裂、逃げる。部屋のドアがスリッパが挟まって、開いていて中を覗いたら変質者が遺体を汚したってことは、じゃあアリバイが嘘だってこと？アリバイは嘘なの？本人事件ありましたよね。身も蓋もないけど第一ホテルの3階は窓の外が、2階の天井部分が踊り場みたいになってるので窓を開けたまま外出してたら侵入は可能かも。同時期に起きた首都圏女性連続殺人事件も、犯人の血液型は O 型ないし非分別型とされたようですね。古谷宗吉だっけ、合ってるかな。いや違うわ、古谷じゃなくてあれだ、冤罪のなんだっけあれ、冤罪王冤罪のヒーローってなんだっけ、あいつでしょ、冤罪ヒーローか、なんだっけ名前、そっちじゃねえや。旦那さんと C さんの確定してるんだよね。何が確定してんの。ああ、この唾液の検出とか。72年ってバブル真っ盛りで被害者も派手で遊び好き、警察も手抜き捜査、ましてや医師相手には警察も医師相手にも甘い時代背景。小野悦雄、そうだ。小野さんだったね、当時ね。それを踏まえて考えた方がいいんじゃないかなと思う。あんま当てになんないような気がする。血液型の下りはあんまり俺は当てになんないような気がします。こんばんは、ナイス押してね、みんな右下のお願いします。あと蓄音機ちょうだいね。さあ考察してください、考察してください。バックの親指の指紋は登場人物のみんな調べて白だったんじゃない。まあ一応ね、一応そうだけど、まあ指紋はさすがに精度は高いとは思いたいんだけどね、さすがに。それは今とは変わんないんじゃない。指紋は一人一人違うからな。 A と B がグルならもう何もかもわからなくなる。そうなるね。この内容で考えたらトラブルがあった T かなと思うけど、そんな簡単じゃないよね。いやそれが難しいな。ちょっとおしっこ行ってくから考えててくれ。おしっこ行ってくるからね。
よし、うっす、どうもどうも。旦那さんの可能性はどうか。旦那だったら多分 A とか B も気づくんじゃないですか。誰にも気づかれずにキノコさんだけに気づく、そっとその当日追っかけますか。多分気づくんじゃないですかね。ちょっと考え難いような気がする。さすがに情報出るでしょう。3階宿泊客が外出中に部屋に侵入、潜んでいたに1票。じゃあそれは何の目的で？強盗？チコンキャリアと、30年前ですら DNA 鑑定の精度は低くて有名だったから血液型って本当だったかわからない。そうですね。てかその前にさ、緑草事件から確か裁判で DNA 鑑定って始まってるはずなんですけど、それより後の事件、これもしかしてあれ何年でしたっけ。あれも古いよな。そもそもが DNA 鑑定の開始が裁判のなんだっけ、一審かなんかでやったんだっけ。確か考察変更、キノコさんは前日に不倫してるからダンスに行くとしたら事件当日気分が悪いと言って先に帰ってドレスに着替えて外出する予定だったのでは。その同伴で待ち合わせた人物が犯人。10倍ありがとうございます。緑草の方が早いよね。じゃないとおかしいことになるよこれ。あれ？これさ、事件捜査はさ、この血液型が判明したのは割と早いの？割と早いんですかね、これ。これ、まあ何が言いたいかというと、そのさ、説明が難しいな、これ。説明が難しいけれども、なんでこれ DNA 鑑定できてんの、これ、そもそも。なんでなんだろう、これ。緑草からじゃなかったっけ、確か。ねえ。その前に、あれですか？DNA 鑑定に近いような鑑定方法で DNA を鑑定できたってこと？例えば。ちょっとよくわかんないか。まあだから似たような操作方式で、わかったってことですか？あ、血液型だけ？血液型だけってこと？いや、血液型の鑑定方式は当時あったということでいいの？当時あったって認識だったらまあその通りだね。例えばその精液の検出で大体どの何型とかわかるとか、そのぐらいだったらまあできなくはないか。例えば髪型とか、あ違うわ、髪とかからも検出できるんだけど、髪とか皮膚片とかそういった部分での DNA の鑑定方法では緑草の事件が初みたいな認識で合ってるよね、多分ね。じゃあ DNA 型の採取はできたということか。あ違うわ、血液型の採取はできたということか。それで合ってますか、詳しい方。多分合ってると思うんですよね、それで。これ何年の事件、これ70年ぐらいか。うん、1970年ぐらいですね。じゃあまあそこはじゃあ一応できてる体にして考えるか。うん、できてる体にして考えよう。一応そのそういう制度あるそうですから。ええ、
で、犯人誰なのこれ。わらびより前、全然前だと思うよ、確か。いや、そうでもねえな。わらびも70年代か、あれ。あれも古いよな。同じぐらいじゃない。大体同じぐらいでしょ。考察してください。これ誰が犯人ですかね。まず、殺す理由だよね。殺す理由だよね。怨恨なのか、もつれなのか。身内を疑うことになるのであれだけど、誰とかで言うと一人しかいないのです。それと必要な暴行とその後の行動を偽装と考えると、プロに依頼したのかと、報酬は後日出せますし、あくまで可能性として。なるほど。でもね、逆の観点で僕は考えるんだと、プロであれば、この時代であれ、道具を使うはずなんですよ。銃なり。ね。銃なり、凶器を所持すると思うのに、これに関しては考察ですよね、確かね。それはプロっぽくないんですよ、いかにも。なんか首の、なんか締められたような跡があるということだから、虐殺か、なんかそう、紐かなんかで殺したってことですか、確か。即席感が半端ないんですよ。イコール計画的じゃないような気がするんですよね。普通は完全犯罪であれば、で、現実これ完全犯罪なわけじゃん、未解決だから。確実に殺す手段を取るんですよ。そう考えると、まあ、神宮寺さん、神宮前さんが言ってる考察がギャップを感じるんですよ、俺は。プロが首絞めで殺しますか？確実性がないじゃん。じゃあ、抵抗されて逃げられたら終わりだよ。じゃあ、どうしたらいいかって言ったら、確実に殺すためには道具なんだよ、まず。凶器なんですよ。で、一番適切なのは銃なんですよ。ただ、その銃を所持できるのが、50年前でもおそらく、まあ、銃刀法違反で普通に警察が銃持つと逮捕できるような時代だと思うから、入手できるかっつったら、ヤクザぐらいしかいないんですよ。当時のヤクザぐらいしかいないでしょ。警官か。うん。いや、ちょっと待って、そんなことないわ。あのさ、赤軍ってさ、この時代？赤軍の事件ってこれより前だっけ？あの、学生運動。あれってさ、なんか銃かっぱらったやつあったよね、なんか。銃かっぱらわなかった、銃屋から。銃販売店からなんかパクったよね。ってことはあれ、猟銃とかは、許可を、なんか許可書かなんか提示すれば買えたの？それとも誰でも買えた時代？ちょっと待った。ややこしいな。いや、逆に容易か。逆に銃所持は容易なのか、この時代。素人っぽく見せたのかな。ああ。催涙弾なんてついてない。まあ、それはついてないと思う。ただ、猟銃とかが販売してた時代。赤軍より前かどうかがわかんないから。あと、瀬戸内シージャックの事件あったじゃん。瀬戸内シージャック事件ってあれ何年だっけ？あの変な、船を奪ったやついたじゃん。あれ銃だよね、確か。素人が銃持ってたよね。あれ77年ぐらいだった気がするんだよな。助けてと叫んでるとこもプロとしか思えない。そこら辺の時代背景を見ると、銃は所持できた可能性もあるねと。だけど、70年。だけど、サイレンサーがないと、バンってでかい音鳴るから、猟銃だと。一発で気づくから、まあ、銃は当然、難しいよね。場所を選ぶんですよ、銃での殺害は場所を選ぶ。例えば、山の中とか。それだったら気づかないけど、
あの 森で動物飼ってるのかなぐらいしか思わないじゃん。70年ありがとうございます。なるほどね。何が言いたいかって言ったら、話戻るんだけど、殺し屋だったら殺し屋らしい殺し方をするのではないかなというのが疑問だったんだけど、というだけですね。あえて首絞めでの依頼の可能性はゼロじゃないけど、なんからしくないような気がする。俺の印象なんだけどね。はい、ということで考えてください。今期ありがとうございます。痕跡がないのも赤の他人の犯行でないと着地しづらいですね。首絞めると声出ないからバレづらい。そうです。ロシアを雇うのはなぜ、殺しを雇うのはなぜ、もうそれは知らない。俺はその考察した人に聞いてくれ。まあ足がつくからじゃないの、普通に。金で解決できるんだったら金で解決した方がいいって思うんじゃないの、普通に。依頼殺人どうだろうね。俺はそう思ってないけど。そうね。じゃあ俺の考察言っちゃおうかな。俺はね、2パターン。まず T 説。T 説でアリバイあったってあるけど実はなかった説。警察がよく調べてなくて。アリバイってどんなのがアリバイなのかわかんないじゃん。例えば証言がアリバイになるかもしれないし。ね。だからアリバイの定義が曖昧で信じちゃって白だと断定したパターンが1。で、内容的なトラブルで、医療器具の金銭的なトラブルでもう激高して殺す予定じゃなかったけど、突発的に殺したと。いう説で、フルーツを持ったのは一応お客さんだから気を使った的な。それかここの登場人物にないもう一人の不倫人物、不倫してる人物、ここの登場人物にない、これは講習会の参加してる人物、講習会に参加して A 氏 B 氏が知らない間に知り合ったような人物がいるとすれば、そいつがこの人のことを好きで他と結構旦那とも順調だし、付き合ってくれっつって別れて結婚してくれっつってね、告白して断られてぶっちぎれて俺のものにしてやる的な感じで、俺だけのものにしてやるみたいな感じで阿部定的な心情になり、独占欲が家に殺害したっていう考察。僕はこの2つですかね。まあ、どちらか選べっつったら、T だな。T。遠征するわけにいかないからでしょ。あとはそういう、まあそれもあるね。会社、実は隣の会社員。ただ、T なのかな。金は取ってないんだよね。お金は取ってないんでしょ、がっつり何十万とか。ああ、取ってないのあれか。ホテルに預けてるから取れなかったのか。でも金持ってったから金目的なんじゃない、やっぱり。金関係かな。T だと思うんだけどね。指紋があるから近しい人じゃなく赤の他人説。あれ、ちなみにさ、これさ、T の指紋は採取したのか、これ。T の指紋は採取したのかな？したんだったら、後者の考察になるな。T に関してこれどうだっけ？ 15,000 結構、いや、変わってないんじゃない？金銭価値は。歯科医師だから金持ち。
指紋はどうでしょうね。あー、チコンキありがとうございます。チコンキありがとうございます。皆さんナイスボタン押してもらえませんかね。コメントの右横にある、拍手ボタン、手合わせるやつ、それをポチッと押すと N1 ランキングに反映されますので、1日1回押せますから押してくださいね。あと蓄音機をください。あと袴美人余裕ある方お願いします。さあ考えてください。どこが疑問なの、みんなは。みんなどこが疑問か教えて。ありがとう。どこが疑問か教えんしゃい。どこが疑問なの。え？どこが疑問なの。メルさんありがとうございます。どこが疑問なの、言ってみなさい。メルさんありがとうございます。どこが疑問なのか言いなさい。どの程度の金銭トラブルだった。結構だから T であれば相当額でかいじゃん。30万とかでもでかいじゃん。チコンキありがとうございます。え、70年代って金銭価値変わってないよね、今と同じ。裸足の現時代みたいに1円がめっちゃ大金とかないよね。T とは体の関係ないのか、それはわからないな。なさそうだけどね。血液型には触れてないの、なぜ。O型だと普通にアリバイがあるから外れてるだけ。わかんないんだよね。3分の1、え、そうなの、違うの。あれ、じゃあ高いってこと。じゃあ例えば30万っつったらいくらぐらいの。時代背景と遊び好きと不倫がどうした世代で難しい。多少違う。60円で10使った。そうなの。2万とかの時代。じゃあ30万めちゃくちゃ高いじゃん。医療器具120万ぐらいってことじゃ、多分。70年代ってそんな紙幣価値なの、マジで。後つけられた男子第三者。事件を報じた週刊新潮は90円でした。へえ。じゃあ90万ぐらいって想定するってこと、器具。そうなると話が違ってくんな。めっちゃ高価じゃん。じゃあ50万持ってったっていう話は、じゃあ150万持ってってるというのと一緒、現代でいう。相当大金だな。そのぐらいか持ってんの。じゃあ1日2万の講習会、6万ぐらいの価値があるということ、現在でいう。2万を超えてる。へえ、そうするとややこしいな。ややこしいね、それは。コカ・コーラ35、安っ。あ、そう。そのぐらいになるか。まあちょうど3倍ぐらいだよね。3分の1ぐらいだよね、やっぱり。だって価値的に紙幣価値3分の1ぐらいらしいよ。それで考察すると、まあ医療器具は90万ぐらいと思っていいね。じゃあ俺は、じゃあもう T じゃねえか。90万揉めるでしょ。
ホテルの人間が何かしてもわからないから犯人は無限ですわ。そうだね。それを考えるのがうちの役ですよ。T じゃねえかが。T じゃねえかな。T 説濃いな。フルーツ用意したんじゃないの？それで。お客様だから。でもさ、俺思うんだけど、 T だったら場所がな、ホテルかな。いやちょっと待った、ホテルじゃなくてもうちょっと打ち合わせできるようなとこじゃないの？アリバイある。だからそのアリバイがガバガバだったらどうすんの？室蘭のオーナーバリにガバガバだったらどうすんの？寝てたとか。寝てたでもアリバイは成立してんだよ。そのレベルだったらどうする？証明ができないじゃん。本人が言ってるだけで信憑性がないのにもかかわらず警察がやる気なくて信用した可能性だってあるよ。そういう可能性も考えてんだよ。そのアリバイの4文字がどのぐらい深いか浅いかなんだよ。皆さんアリバイっていうのは完全に証明された的な完全しろみたいなイメージあるけど、この時代背景を考えてみ、警察の捜査力を考えてみ、俺はアリバイなんかガバガバだと思うけどね。だからこそ T だよ。そこまで考えてんだよ。うん。そうだね。T が誰か雇った。雇うかな？なんかイメージが湧かないんだよな。アリバイ銀座のクラブでしょ。お店に証言頼んだかも。そう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 。黙っててっつって金積めばいい話だからさ。T がクラブがアリバイだからお店の子を全員口合わせしないと、しかも2件。いやいや。いや、店長にだけ言って、これ聞かれたらこう答えてねっつって、観光で引くことは可能だよ。地震？地震どこですか、場所。T を調べたところ、確かに彼が言うメンバーで午後7時から11時まで銀座のクラブを2軒はしごしてた。これをどう取るか。いや、口封じできるよ。全然。ああ、他にも分かってないんだけど、振り返って。いや、だから俺もそれも考えてんだけど、どっちかっつうと T っぽいんだけどな。器具のトラブルじゃないの？医療器具の。医療器具関係じゃないの？あと、ちなみにもう一個あるんだよ。その T にしてる理由は、医療器具関係だから多少なんだろうな。まあ営業関係なのかもしれないけど、これ偏見かもしれないけど、医療器具関係イコール医療関係イコール医者イコールちょっとイレギュラーなことをしてみたい的な変態要素があるとか、だから弛緩したんじゃないの？これあくまで俺の考え方だけど、まあどうだろうな、その人の性格は何とも言えないけど、弛緩期ありがとう。どうですかね。なんか目があったら関係持ちそうだから、他にいそうで分かんない。 T なら死後にしないと思うんだよね。顔見知りなら怖くてなれそう。いやでもそれが興味が一瞬芽生えたらどうする？俺のもんだ的な、なんか独占欲が急に芽生えちゃってさ、本来の目的とは違うんだよ。トラブルで激高してたのに、殺害したら自分のものだて的なみたいな、ちょっと愛おしくなってしまったとか。人の気持ちは急に180度変わったりするからね。 T の指紋は採取するんじゃない。警察もそこまで甘くはない。まあ俺もそう思うんだけど、本当クソ？どうだ、50年前だからな。ダンス教室仲間がなんで殺したの？ダンス教室仲間なんで殺したの？元気ですか？ビートたけしの真似してた時が懐かしい。
バカ野郎お前さ、深夜だからっつってな、やらねえと思ったかお前は、バカ野郎っつってな。今でも現役だバカ野郎俺は、声量を抑えてな、声量を抑えて。今日は似てないね、果物用意してやるような相手 T くらいしか思い浮かばんでしょ。トラブルがあるから少しでも相手の気を良くさせる。俺もそう思うんだよね。俺もそう思うんですよ。ああ、ありがとう、袴美人。そうだね。こんばんは、いらっしゃい。ちょっと疑問点ぶつけてってくださいね。 A の話 T だとしたら、さっきケンさんが読んだサイトは全くノーマークですね。てかね、あのまとめサイトはなんで使ってるか。あ、ナポリタンありがとう、二重作さん、ナポリタン、シンプルだからですね。シンプル、事件概要シンプルだからです。ただこう詳しい内容は青空さん送っていただいてるんで、今回はわざと誰でも分かりやすいように、そういうサイト使ってるだけで、まあ、他にもブログあったでしょ。詳しいブログとかあったんだけど、そっち使うよりは分かりやすいかなと思って。死体とやるって考えただけでゾッとする。そう思うんだけど、そう、実際そういう事件も多いですよ。痴漢事件はトラブルがあった証言は旦那さんだけよね。でも旦那さんはその遠いでしょう。遠いから旦那さんはありえないような気がするから、それを依頼した人ね、考察が出てきてんだけど、なんでしょうねこれ。袴美人アリスさん、ありがとうございます。ご覧ないっす、覚えないっす、ありがとう。難しいね。こんな事件があってホテルの人間全員缶詰にして捜査ずっとできなかったんだから、捕まえる気なかったんではないかな。管轄によってやる気がある管轄とそうでない管轄があるからね。みんな同レベルじゃないよ、47都道府県。さらに50年前だから捜査力も現代と比べたら比較にならないよね。ガバガバだと思うよ、 DNA 鑑定っていうか血液型鑑定に関しては。それは間違いなく断言まではいかないけど、まあほぼほぼ間違いないな、ほぼほぼ間違いないですね。そこはだからあんまりね、血液型の鑑定は信用しちゃダメですよ。まずそこなんだよ。あんまり信用しちゃダメ。90年代ぐらいだって冤罪を生みまくってたしな、 DNA 鑑定のせいで。90年代ぐらいまで全然ガバガバだと思っていいよ。それを考えると結構変わってきたりしません？そうっすね。だから A だって可能性あるし、 B だって可能性あるんだよ。完全に C はないな。消去法で C はないでしょ。結婚式出てたそうですから。これはごまかしようがないんで。そう考えると ABT かそれ以外の誰かですね。
登場人物で言えば TC の可能性が一番高いように感じますが、行きずりの犯行でも全くおかしくないのが何とも、うん、昔の血液鑑定は間違い多いよ。うちの親父 A 型と言ってたけど最近 B 型って分かった。へえ、マジっすか。じゃあもしかしたら俺 A 型なんだけど A 型じゃないのかな、これ困ったな。まあ別に何型だってどうでもいいけどね、こんなの。ということで、じゃあそろそろ最終考察してもらおうかね。時間もあれですし。はい、皆さん最終考察をじゃあお願いします。 GO。 赤の他人と思うけど、そうなると果物剣が謎。そうだね。でも迎え入れるような仲の関係だったってことじゃないの、純粋に。ああ、俺も迷ってきたな。T じゃないのかな、これ。違うか。やっぱもう一人いたんじゃないの、不倫の人が。消去法で。招き入れる人がいたんじゃないの？講習会で出会って、AB が知らないような人？密かに会って、連絡先交換したんじゃないの、これ。それぐらいしかないよね。だって指紋の件がガチで採取してなければ T だけど、まあ確かにしてるはしてるだろうからね。そうなると現実的に見たら指紋のこと考えればもう一人の不倫説かな。で、なんで俺はその恋愛のもつれだよね。付き合ってとかつって純粋にね、旦那と別れろっつって DV 気質なんで本性を表して抵抗されたから殺したとかね。で、強盗に見せかけてみたいな感じで金も奪ったと。まあ一番簡単な考察ですね、これが。何の根拠もない考察になっちゃうけど、その代わり根拠に基づかない、一切。もも2個ビア重2個って1人相手出す量かな。もっと 2,3 人の量な気がする。俺もそう思うんだけどね。ただ例えば大食感だったらよく食うみたいな、足んなかったら困るみたいな心配性であれば12個買う可能性だってあるよ。ダンスホールでいい感じになった人、まあそうだね、出会いは講習会かダンスホールかみたいな感じですよね。結構出会いは多いんじゃないですか。ダンスホールで知り合ってキノコさんに好意を抱いてた人物、しく痴漢したかった、捜査線上に浮かんでこない。俺もそう思うな。ダンスホールか講習会かどっちかじゃないの。どっちかじゃないですかね。 T はないか、やっぱり。なんか T じゃなくなってきて、やっぱ指紋が気になるから、やっぱ T じゃないような気がする。さすがに指紋は取ったでしょう。取ってないわけないと思うけどな。感したとあるけど、それすら怪しい。生きてる間にしたのかもしれないし、猟奇的にも何でもないかもしれない。ビアは6個以上は毒です。あ、そうなんだ。まさかそれを知ってて逆に、まあこれちょっと抽象になっちゃうんだけど、逆にキノコさんがその一言憎くてとかないよね、まさかね。ないよね。それはないか。遺体の状態が強姦目的の短絡的な犯行のパターンが見える。ちなみに後付けで申し訳ありませんが、講習会に出席した27人調べられたそうです。全員ですか？で、全員白なの？それも、なんか、口実でなんか適当にごまかせそうだよね。対処するよね。まあまあ、そう、俺はそう思うけどね。俺も青空さんに近いかな。不倫相手の犯行じゃないか。恋愛のもつれ、付き合ってとかうんぬんのさ。で、出会いはダンスホールか、
講習会じゃないの？講習会だったら医者関係か？医者関係だと例えばもっと話広がって弛緩してみたいというちょっとイレギュラーな変態行為を憧れてた可能性だってあるじゃん。まあこれ医者への抽象になっちゃうかもしれないけど、例えばの話ですよ。部屋に入れたから顔見知りだよね。まあそうだな。相川氏の無関係な人物の線はないと考えていていいのかな。まあ果物の下りとかあるしな。あと叫んでないから、あとでも助けてって言ったのか。助けてとは言ったんだろ。ワニアが現れると思えんからやっぱり近しい仲とかも。そうっすね。首絞めプレイしたりやりすぎちゃったとかもありそうね。でも助けてって言ってるから首絞めプレイが激しくなったわけではないよね。助けを求めてるわけだから。っていう感じかな。他の人は？他の人は？医者は割と変態多いですよ。そうかい。大丈夫？で、どれが多いの？結局。T 説の人いない？ T 説、AB 説は？ A、B、T いない？まあ、さすがに、指紋の部分が気になるから、ないか。まあでも T っぽいんだけどね。一番なんかトラブルになるのは T だよね。医療器具でさ。買う、買わないで、なんだお前ってなってさ、みたいな。ってなるとか、ぐらいだけどね。助けてと叫んでるからなんか揉めたんですね、やっぱり。でもセックスしたいとかっていう関係ない行為に望むような性格じゃなさそうな気がするけどな。どっちかな、これ。なんと見えないよね。ここだけで話すのは非常に難しいよね。窓さえ開いてたら3階の他の部屋から窓伝いに侵入可能。そうか。なるほど。医者にセクハラされたことある？あらら。訴えなかった。訴えなかったかい。っていうことかな。で、結局T は違う気がする。まあ、まず観光例しかないといけないからね、その銀座のバーに。なかなか一人ぐらいチクっちゃう可能性があるね、警察にね。まあそう考えると、まあやっぱここの捜査線上に浮上しない不倫男じゃないですかね。で、確定かな、どうでしょう。俺はそれでいいな。だから要は警察がもっと調べれば、もしかしたら解決できた事件かもしれないということですね。あと時代背景だよな。まあ冤罪を見まくってるからね、この年代はね。だからもうちょっと例えばいつも言ってますけど、これが現代だったら逮捕されてる可能性が高いよね。防犯カメラ、GPS、セキュリティ、ドライブレコーダー、携帯電話、SNS、指紋認証、目撃情報ね。どれをとっても進化がありますから。イコール警察の捜査力も上がっている。どの都道府県でもだ、この事件と比較すると当然上がるよね。 DNA 鑑定しかり、指紋採取しかり、鑑識の能力も上がる。時代背景と警察のやる気問題事件だった。そうですね。現代は政治家絡まない限りは昔より相当クリーンですもんね。っていうことで、
まあ残念ながら公訴時効が成立してしまっているので、犯人は捕まらないんですけど、今生きてるんですかね、犯人ね。生きてたら何歳なんでしょうかね。50年だから、犯行当時20だとして70になってるからね。普通に考えたら80ぐらいになってるのか。もしかしたら長生きして家庭を持ってるかもしれませんね。それは分かりませんよ。まあ、非常に残念な事件。証拠は残っているけど、逆にその証拠が、まあ、特定できず未解決事件になってしまいましたということでしょうか。そういうことでしょうね。存命なら87か。まあでもおばあちゃんになってるね。ということで、また、まあ、第一ホテルは、まあ、何かきっかけがあればまたね、紹介したいと思ってますよ。前回の考察では従業員説、ホテルの外国人説が出てたけど、今回は出ないね。まあ、ここまで詳しい情報が出てない時の考察だからね。従業員とかって安易な考え方になるんですよ。逆に前回より確実に情報は集まってるし、いろんな幅広い考察ができたんで、毎回やることに違うから生放送での未解決事件の考察枠っていうのはやっぱりこういう良さがあるよね。動画みたいにね、固定されるわけじゃなくて変化が生じるし、まあ、リアルタイムで共有ができるからね、こうやってコメントでね。被害者37だか不倫ならそのあたり、そうですね。ということでね、まあ日本の生放送の未解決事件枠っつったらやっぱり県ですよね、っていうことでございました。そう思う方はナイスボタン、やっぱ県の枠が至高だと、居心地が良いと思う方右下のナイスボタンを最後に押してください。よかったな今日はという人、評価をしてください、お願いします。どう考えても俺の枠だな、やっぱり。増えてもいいんじゃないか、もうちょっと。増えてる、ありがとうございます、ありがとうございますね。ということで、今日の事件はここまででございました。はい、ということで次回、今夜ポチッと、いや黄色くなれば OK ですよ。今夜9時から、第3夜未解決事件特集第3夜、予告だけしておきます。今夜9時集合してください。広島一家失踪事件をメインに紹介します。広島一家失踪事件、あと城丸くんがリクエストあったので城丸くん失踪事件、あと山本美穂さんの失踪事件、この3つをメインにお届けしたいと思いますよ。ちなみに3日以降は殺人事件の、未解決事件もあるので、まあ、6日までは毎日来てほしいです。イベント6日までなんで、6日まで9時で集まってください。ということで、まあ、ここで寝る方はお休みなさい。でこの後ちょっと30分ぐらい雑談しようかな。今日の感想も聞きたいから30分だけちょっと枠切り替えて雑談します。ということでありがとうございました。最後に蓄音機持ってる方投げといてください。ここで寝る方今夜9時にまたやりますんで、当然フォローもしておいてくださいね。ありがとうございました。また今夜9時お会いしましょう。でこの後雑談です。この次役雑談しますんで、暇、まあ、寝れない人は来てください。ありがとうございました。おやすみ、寝る方バイバーイ、さよなら、次役です、バイバーイ、ありがとうございました、さらだば。どうも。ちょっと待ち。待ちよ。
BGM 変えるからお待ちを。あれどれだっけな、これか。